バラさんのオーリー画面撮ってるんじゃねえかな。あさればありそう。オーリーあるかな。わかんない。オーリーいけないかな。後でバラさんの。相馬さんの方が上手なの？相馬さん。同じくらい。50倍くらい上手だよ。やば。私ターンしかできないわ。しかもなんかくるくるくるみたいな感じで。くるくる。くるくるってターンしてたらちょっと強そうだけど。うん、強そう。あの、俺が求めてるやつだよ、それ。いや、なんか、もっと遅めに。いいな、白馬。普通に旅行で行きたいわ。今、白馬にいるの？いや、白馬にはいないよ。もう帰ってきた。白馬でスノボしてたんだって。バカラッ、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 バカラッ。馬がいる。馬いたね。パカラッパカラッ。こんばんは。お疲れっす。こんばんは。おつおつ。ピー。ヨッピー。ヨッピー。ヨッピー。今日はヤッピーの日。ヤッピー。ヨッピー。ヨッピー。ヨッピー。おはー。こんにちは。ヨッピー。全く何言ってるんじゃん。ちょ、みんなうぜえぞ。ケイさんも一回行ってみたらやっぱいいって。やっぱ一回行ったら始まるかもしれない。始まらねえだろ。気持ちいいで。やっぴー。やっぴー。バラさんと相馬さんと声似てるね。二人とも声似てる。誰と？やっぴー。バラさんと相馬さん声似てる。兄弟だから。あ、そうだったんだ。なんか誰かに言われた。なんかバラさんの顔と相馬の顔似てるみたいな。顔似てる。兄弟じゃん。兄弟じゃん。やべえだろ。そう。兄弟やべえかどうか知らんけど。兄弟やばない。やばい。語彙力。俺もピザ食いてーよー。ピザ食いてー。ピザ食べたい。ピザポテトでもいいけど食いたいわ。ネギが全力で自慢してきたからね。自慢して遅れますって言うな。おかしいな。素直に言ってほしかった。ピザ食ってるから遅れますって。今日カシューカさんも遅れるの？どうだったっけ。覚えてねえや。オッケー、ヤッピー。受けない場合は、多分うんこちゃんの動画見てる。あ、うんこちゃん。うんこちゃんね。うんこちゃん。うんこちゃんって。うんこちゃん。うんこちゃんでいい。うんこちゃんじゃない。うんこちゃんじゃない。うんこちゃんってもう、なんか。うんこちゃんは違うよね。うんこちゃんだよね、やっぱ。ね。うん、悪口じゃん、ただ。うんこちゃんのパンじゃないから、うんこちゃんでいい。うんこちゃん。うんこちゃんはね、ぬこまるかな、それは。ぬこまる、ぬこまると一緒。うん、あ、来たじゃん、来てるじゃん、カシュカ。カシュカ通話より先に部屋入ってきたぞ。部屋立ってる。部屋立ってるのか。部屋立ってる。立ってたよ。ボットの中にルームコードあるよ。どうなったわ。あ、ほんとだ。コピー。コピー。あ、来た来た。よし。これすぐ。誰か。今日アルフいないんでね。とりあえずカシューカ先に殺せば。間違えてシャドーバー開いちゃった。え、今日クルクルいないの？うん。寂しい。ポスターはもうカシューカ殺せばもう勝ち。やったぜ。そう、相馬さんと私のガバガバインポスターやりたい。なんで俺までガバ認定されてるの？なんとなく。ガバガバじゃない。そうか。タイちゃんなんか色違うな。え？タイちゃん色違うな。マジでタイちゃん俺それでも結構しっくりくるよ。なんか相馬さんの方が黄緑のイメージ強いな。相馬さんの方が黄緑だね。俺さ濃い緑にする。あのボットにさ、ボットのあのルームコードって書いてあるでしょ。でも貼り付けできねえんだ。タイちゃん、濃い緑よりは白かな。どっちかな。ああ、確かに。RZ。
RZD。 これさ、ルームコードだけのコピーってできないの？パソコン版だとできるよ。あ、そういうこと。 RZD。 あ、入れてくれてる。ヤサピか？ヤサピ、ヤサピとは？え、ヤサピって言うでしょ。カレピは言うけど、ヤサピは言わない。は？は？こっちがは？うー、サベ。あ、9人でいいのか。あ、誰か遅れてくるのか。レッキー遅刻しよう。ピザ遅刻でしょ、ピザ遅刻。ピザを自慢して遅刻していくスタイル。参ります。お願いします。はい。お願いします。あ、9だけどタスクとか全部あれにしてるわ。10人のあれでやってます。了解。はい、早いね。さんが動いてなかったので、ごめんごめん、あの始まるはずないと思っておしっこいてた。あ、なるほどね。あ、ごめんごめん。オッケーオッケー。落としたか？感謝の投票するわ。まあ、バラさんが入ってないわ。バラさんインポスターだったからサボタージュ来なかったっていう感じだな。じゃあ相馬さんかな、相手は。それかここ2人。感覚で釣られるじゃん。はいはいはい、するかバラさん、これバラさんするか、これ。俺の一応コード履歴言うと、ヤクシマって、まあ、ストレージでヤクシマと出てたったよね。うん、そうだね。遊んでたな。で、そっからそのまんまナビゲーションでタスクしてココさんと一緒にいましたね。で、リアクター乗ったからウェポン通って、で、まあ、だいぶナビゲーションスタートなんで遠いから、どうせ誰かやってくれるだと思ってカフェティアでボタン待機してたって感じ。そこ押しだったと思うんですけど。で、ボタンを同じく押しに来たカシオカを殺してすぐ押したっていうことかな。うん、います。あと、目撃情報とかないんですか？僕、停電の時にエレクトリカルで見て最後なんですけど。あ、私、多分最終目撃ある。エレクトリカルで最後の2人に残って、私が先に出て、リアクターの押しに行ってる。だから死んでるのはエレクトリカルか、まあ、イッテロアエンジンだと思うけど。俺もそれ見た。シーレモさんがエレクトリカル出たのまで見たね。カシルカが入っ、エレクトリカル入ってるのは見た。エレクトリカル出た順番、どうだった今。俺が停電直して、タスク中にバラさん入ってきて、バラさん抜けて、カシルカシーレモ入ってきて、俺抜けてシーレモさん抜けてカシルカ。タイちゃんが最初、シーラマさんとこれ最初、そうそうそう。タイちゃんはしかもロアエンジンでさ、給油のタスクやってたよね。左下にいた気がする。あ、左下いました。で、リアクターになったから薬島とすれ違ってる。カシリカは来なかった、うん、死んでるない、エレクトリカルかなと思ってるけど。え、タイちゃん的にシーラマさんはどうなの？え、普通にあり得る。あ、なるほど。エレクトリカル入ってる人いないんだったら一番黒いまで。エレクトリカル札ってこと？
そうだね。シールモさん、その頭後だと思うけど、バラさんをかけてたよね。シールズあたりで。追いかけてはない、一緒にいたけど。シールモさん、教えますか？うん、いいよ。いやー、これ釣られちゃうやん。シールモさんがカシオカの位置言う、あーでも言うか、目撃者いるんだもんな。でも、まあ、他はない。はい、うん、さっきさ、チコタンとすれ違った人いたよね、タイさん？俺どこでどうやってすれ違ったの？リアクター鳴った瞬間ぐらいに、ロアのちょっとしてからだよ。あ、ちょっとしたからかな。それはロアして、まあ、2、3秒後ぐらいに屋久島とロアの右側は、エレクトリカル方面から来たってこと？いや、そうそうです。そうだね。じゃあチコタンもありえるのか。エレクトリカルにいたならありえるね、カシウカが、うん、ああ、そっか、シヤマさん先いたんだよな、リアクター。そうそうね。あとはベントとか、まあ、他の人の位置聞いてからでいいと思う。ペペ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 ペで最初右側通って屋久島さんと小見前の最初はいらない、リアクター後でいいんじゃない？リアクター後、リアクターなった時はリアクター鳴り始めから、鳴り始めは給油しててで鳴った後給油割ってからリアクター向かって、リアクター入った瞬間リアクター直ってボタン直ってこのボタン押されてるから、上から下から、下から下から下から最短と一緒ってこと？いや、俺より後ろだよ。計算俺より後のはず。後ろなんだ。リアクター直るくらいでリアクターに入ってるから。いや、俺より後ろなのを計算自身も多分理解してると思うんだけど、うん、後ろ。シーデモさんがちょっと俺ありえるよねって言ってきた時に、計算何も言ってくんないんだとはちょっと思ったかな。いや、直したのは、タイさんは見たけど、もう一人。いや、俺、計算より先に行ってるじゃん、リアクター側。それをあれか、給油中で確認しなかったのかな。ああ、なるほどね。だとしたら、ちょっとココさんの場所聞きたいんだけど。私、ずっと右にいました。俺、最後、リアクター乗った時はね、カフェテリアにいた。タコさんも知らない。タコは、多分ストレージあたり、鳴る前がシールズあたりで。おさん、マジンシュ、すいません、話は終わってないのかなと思って。お子さんのやつ来たいって言ったの、僕ナビゲーションから出発してお子さんが下の下方面通って行ってるんだから、ここ計算より後ろにお子さんがいるのかなって思って、リアクター鳴ったぐらいですよね。まあ、鳴った時はナビゲーションに行ってる、そうですね、鳴ってナビゲーションでシールズでタスクこなしてましたね。あ、シールズでタスクしてもらった。そのさ、タイちゃんとさ、シデモさんがカシオカを見たのってリアクター鳴るどのあたりなの？停電直後だね。停電直後。だからエレクトリカル、タスク終わってるんじゃないかなと思う。ココさん、シールズが何、リアクター鳴るときって言った？言いましたね、鳴ってるときにビービー言ってたんで。でも停電直後だったら、正直ストレージいたバラさんも全然ありえるよね。ん？俺ストレージじゃない、タコさんがストレージでしょ。うん、いやいや、停電の後はストレージいたでしょ、バラさん。あ、停電の後はストレージ、うん、そうだから停電直後なんでしょ、見たの、タイちゃんたちは。停電直後はだから俺エレクトリカルに行ったに出てきてて、でタイその後し俺の後にシーラモとカシュクが入ってきて、2人はタスクして出てきてるから、俺は全然あのカシュクが先だよ。
え、ここさん、ここさんが鳴った時シールズって言ったとき、けど俺鳴った時シールズいたんだけどな。いたはずなんですか。え、バラさんとシールモさんとすれ違ってる、ここさん右で。バラさんはナビゲーションの方で出会いましたね。ああ、じゃあ俺より後ろだったのか。じゃあそこちょっと時間のずれぐらいかなら、まあお子さんは時計回りで、タコさんは半時計回りで、で2人ともシールズ行ったって言ってるんだったら、俺シールズっていうのはわかるでしょ、バラさんとシールモさん。多分でもタコさん、あれですよね、ナビゲーションの方行って下行ったって感じですよね。うん、じゃあ多分同じようにその後ろついてったって感じ。まあ時間差があってついてったって感じだった。どうします。タコさんごめん、ごめん、すれ違った。もう絞れ、レポートが光ったのだけ見た。そう、俺もメッドベイン、メッドベイじゃない、アドミンの地図見ようとしたら、見る前に一瞬光ったから、あっ、カードリーダーのとこで隠れた感じで死んでました、Kさんは。隠れ死者、マジ ?Kさんが確かアドミンのオーツじゃない、酸素直してましたね。そうだよね。で、そこから屋久島、ここ屋久島が出ていったよね。そうですね。うん、で、俺とシーデモさんは。タコさん頼みませんでしたっけ、アドミン。タコさんさ、アドミンでさ、マップ見た後どこ行ったの？アドミンで見て、俺、左回りで来てたから、そっちの方に位置あったら、もしかしたら下あるかなと思って見たのと、で、ストレージに位置あったから、ストレージ行ったら、まあ、それは多分タイさんだったんで。うん、俺だった。下のゴミ捨てしたらシーレモさんも一緒にゴミ捨てしてた。で、シーレモさんと一緒にアドミンに入ったって感じだから。シーレモさんいた？ゴミ捨て。いたよ。あ、タイさんのセリフだと。ああ、そう。シーレモタコ目線、お互いのセリフはあるの？うん、セリフか。ないと思うけどな。一緒に、それじゃって一緒に入っていったし。うん、わざわざタコさんが地図のところにピュッて言ったらも知ってるし、タコさん目線、私がタスクやってて死体に気づけない位置にいたっていうのがわかると思う。まあ多分、もう地図見る瞬間に光ってって感じだったから。それって地図のところで光る位置だった？うん。ってことは、アドミンのところらへんかな、多分。カードリーダーの左上って感じ。じゃあ地図で光る位置だね、確実に。ここは屋久島、ちょっとやっぱり。だったら俺が出たときは確実になかったから、ね、先にだってタコさんの直後に出てるからね。屋久島ここはどっちが先に出て、屋久島ここタコはどういう順番 でここさん、さっきもちょっと、うん、俺的には情報疑わしかったから、ここさん疑わしいですか。疑わしいっつか、まあなんかずれがあったからっていうのはちょっとあるかな。そんなに黒い、そんなに私疑わしいですね。そんなには黒い、そんなに黒くわからないけど、今回もですよ、ね、絶対出てくるで。いやー、電灯動いたの見えたけど、逃げれんな。展開だと歯がゆいね。
今のでもね、3票ココさんに入ったのは洗わないといけない ね。どう考えてもタコさんとインポスター2票だから。だからそれでココさんが違うかなっていうのがなんとなく想像できる。てか、バラソーマでしょ。俺ソーマさんに殺されたけど。普通に変わる。あ、タイちゃん死んでる。あれだなぁ、シーレモさんが嘘なんだよな。俺、シーレモさんよりはるか前にエレクトリカル出てるんだよ、ね、実質3人だ。はい、またアドミンで。アドミンで。地図です。本当は黒人6人いた最初、うん、あのセルになる前は。ちなみに俺一番最初に出て、そうね、画面固まってるんで。停電になった時リアクターです。うん、まあそうね、一番最初に。誰か死んでるか教えてもらえますか。白、タイさん。タイさん。6人ぐらいいたけど、一瞬、あの、地図見てた停電前に。うん。だからまあ、全員、うん、ロア2、1と、あと全部アドミンだったから、一瞬ね、うん。だからまあ全員あるんだけど、うん。うん、俺ないでしょ、一番最初に出てたから。ボタンはないと思う。いやけど、まあ、停電、うん、まあ、それはないと思うわ、今回は。うん。場所とか、みんなの位置とかもよくわかんない感じ。最初が、エレクトリカルの配電、最初行ったのが黒で、あと誰だっけ。あ、エレクトリカルで死んでんのか。え、違う違う、死んでるのはアドミンの地図。はいはい。黒とタコともう一人早めについてたのだと思うんだけど、ここさんだっけ。私もついてます。私アドミン入らずにそのまま下からロア行ってエレクトリカルで。あ、ロア2からのやつはここさん多分。ロアは多分僕だよ。え、最終位置はエレクトリカルです。ラス、うん、いや、ごめんな、でも今の商品は違うんだよ。アドミン行ったのにわざわざロア行ってからエレクトリカルだから。あ、でもここ繋いでまずい。俺、ここさんかな。え、私じゃないですね。本当に私じゃないです。ちょっと、何もできない。画面も潜ってるから。あ、そうか。俺はタコさん入れた。私、ずっと右いましたよ、私。あの、最初のカシオカさん。ロアっていうのは、うん、タコさん、タコさん。あ、ここ、ここ、私。長いものに巻かれる。マジか。うん、負けたね。バラソーマじゃないの。バラソーマだよ。誰かビデオ通話してるけど、歌手かビデオ。あ、本当だ本当だ。どうやって消すのこれ。本当だ。レコだけ映ってる。どうやって消すのこれ。知らない。さんバラソーマじゃないの。バラソーマだよ。バラソーマが被せてきたの。いやもうタコさんはあれだね。もうココさんでも薬島でもないからさ。負けちゃった。バラソーマで。あ、そう。負けちゃった。っ負けちゃった。ごめんなさい。最初の薬島。シーレモさん。シーレモさん、俺エレクトリカルシーレモさんの遥か前に出てってるんだけど。嘘。いや、バラさんナイスボタン押しだった、マジで。ね、バラさんボタン押しナイスだった、ね。そう、ボタン押しマジでナイスだった。もうガチのバラそばだったな。ね、俺が一番近かったな、水量は。当てずっぽで言ったのが完全に当たってて、マジでビビった。コマさん、コマさん、最近、あの、会議後の、あの、カフェテリア閉めと同時にベッドベイ閉めたりとか、あの、フレージ閉めたりするのダメだよ。うん。あれされるといい、ね、リアクターのサボタージュ間に合わなくてボタン押されちゃうみたいから。あれね、さっきの時さ、ココさんをタコさんが疑った時に3票ココさんに入ったじゃん。うん、ね、あれ票を洗った方がいいよ。ああ。インポスター2人とタコさんだから。うん、まあ、インポスターのバラはスキップ入れてるんですけどね。あ、そうなの誰だよ。スキップ入れた上で、ココさんは黒くねえけどなって言ってた。だって俺の言ってココさん疑えないんだもん。
あ、そうなんだ。そうなんです。ずーっと本当に右にいたので。あれ、バラソンはタコじゃなかったんだ。うん、あ、そう。でも俺は入れてる。俺多分ココさんに入れてるはず。俺はココさん入れたかな、多分。そんな黒かったです、私。ココさんの最後のロア、ロア、あのバラさんが合わせてきた。あの証言はよくわかんなかったな。ココさん、あれ説明不足だっただけじゃない。あの、外から聞いてると。どういう動きしてたかあんまよく分かんなかったから。あ、本当です。うん、あ、そうね。あの、すみません。そうそう、それは。ブラだったらちゃんと補足できて、ココさん本当に一番後ろなの。そうで、いつもだったらバラさんとかが補足説明してくれるけど、しないから。そうそう。後ろから数えてね、ココタコ、仕入れも屋久島隊で計算が途中に入るのかなっていう感じであるんだよね。どこだ、アドミン。ココさんは絶対ありえない。あとみんな話最後で。まあ、ったらそもそも分かってないって。分かってない上にチーラモさんがロアエンジン。そうそう、突然ロアエンジンとか言って。わけわかんなこと言ってるから。いやでも、相馬さんさ、あれだったんだよね。相馬さん、あれ、相馬さん、一番最初右行ったよね。右？うん、右行った、右行った。なのにさ、直前の会議の後かなんか、ウェポンのあの20キロやってたからさ、あ、こいつ、なんで今さらここやってんだと思ったんだけど。俺はカフェテリアで殺されてるから、うん、やっぱそこまで合ってたんだ。そう、カフェテリアで死んでバラさんがすぐ押してくれた。そう。いや、俺そこまで読み合ってたんだな。すごい。いや、それでもエレクトリカルっつってところ、じゃあエレクトリカルじゃないっつったら、そう、あの過信化だったらあそこボタンを押すためにカフェテリア。いや、でも殺したんだけど。そう、リアクターに向かってる最中にやったの俺が。あ、なるほどね。感じなのに、いや違う、ボタン押しそうな感じなのにリアクター向かったから、なんでこいつ下から来てわざわざリアクター向かってんだろっつ。いや、まあ死なない風に動きたかったのとさ、あ、まあバラソーマじゃなければ殺されないと思ったらバラソーマだったのね。そうシールモさんは、俺シールモさんがあの一番苦手なタスクやってる、やり始めたぐらいで外出てたのに、なんかすげえ残ってたことになってた。なんか最後カシウカさんを見た気がしたんだもん。ごめんねみんな。計算はあれはこれ。そこがちゃんと言えてても負けかもしれない。シーラも殺さないのが一番いいな。やめろ、殺すな、殺せ殺せ。計算を切るって弁当？いや弁当動いたの見えたけどさ、あもう逃げれねえわっつってし。あ弁当か。そう、誰に怪しくなかったけどな。うん、タコさんは一生懸命犯人探そうとしてたと思ってた。あ、タコさんじゃなくてここさん。あ、ここさんか。ここさんも、ね、ここさんは怪しくなかったような。あの言ってることが分かんなかったら聞いてあげた方が良かったかもしれない。だからここさんに黒出ししてるタコさんが次怪しかった。怪しかったね。そう。いや、まあ一回目なんか一微妙だったのと、アドミン最後に出たのここさんだったのとで、まあ。え、まあ、私最後が違ったかな。出たのはアドミン最後に出てないでしょ。アドミン私最初ぐらいですね。屋久島ここで出た。え、停電になった時ってこと？俺タコさんが一番最初に出たと思ってたけどね。ココさんはいつの間にかいなくなったんだけど、つらと。おつなったと屋久島ここ行って。すぐ終わったから私アドミン入らずに別のところ移動してたので。うん、あれ屋久島ここで。出たって言って、それで話進んでたからそうだと思って。その前にタコさんが出たんじゃん。限るな。もうでもバンタか。俺すごい。でもね、相馬さんとね、バラさんと最初の俺殺したら連携はうまかったよ、めちゃくちゃ。そうね。うん。偶然ね、良かった感じになったけど。あれめちゃくちゃ良かった、ね。うん、めちゃくちゃ良かった。あれ俺どうしようもなかったわ。俺しかもちゃんとキルしてるから今回。相馬さんサボタージュ。サボタージュした。サボタージュバレてたけど最初。トマト偉かった。あ、でもバラさんのためにボタンを押してあげたのに。次。次行こうぜ。やだ、インポスター会したくない。なんか自由奔放に動きたい。俺も最初クルーメイトで行かない。私インポスターいつでもやりたいよ。
あ、死なねえかな、マジ。死なないね。俺あそこなかったけど罪深いなと思った。いやクソボタマジで。何だ。ああ、そういうことを死なねえかなって、そういうことか。いやもうマジでクソボタン。私に。なんで？ダウンロード中とかだったでしょ。覚えゲーでしょ。うん。覚えゲーでしょ。まあ覚えゲーではねえんだけど俺は。まあ覚えゲーだったら中断されるから別に。あの、ね、俺 9まで押したところでなったんだよね。あ、ごめん、トタン。ぶち切るなよ、トタン。でも、これで死なねえかなぁ、トタン。釣りてんだけど、あいつマジで。え、私、結構傷ついてるけど、今、大丈夫？ひどいと思うよ、さすがにそれは。覚えゲー途中で中断されるけど、忘れて、連打して、もう終わるわ。覚えゲーって何？リアクターの真ん中。リアクターの真ん中。いや、覚えゲーは途中まで保存されるとはいえね、もう一回リアクターに行くのがそうなんだよね、リアクター結構切るのせいじゃん。行きたくねえんだよ、リアクターになんか。心には。リゲーションの方が行きたくねえ。でもどうせなるよ、リアクター。まあ確かに。報告があって、はい、今日いとこの子供が生まれた。ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。スキップ入れてもらっていいですか。イレマさんは結婚まだですか。ふざけんな、ぶっ殺すぞ。やばい、釣られる。タイさん釣りでお願いします。釣られる。不動前在住の男といい感じらしいです。やめろ、場所まで言うな。ざまみろ、ざまみろチコタン。かわいそう。コミュニティの入り口。コミュニティ、コミュニケーション。あ、の、まあ入り、まあなんだろう、通路、あのなんだ T 字になってるところの交差点のところで薬島さんの死体です。はい、それなんか、どさくさ切るとかじゃなくて、計算が最初に行ったらありましたって。うん、そうね、行ったら直し、あ、給油してて混みになったから、まあ近いしすぐ行こうと思って行ったらもうあった感じ。ああ、オッケー。じゃあインポスターで噛み合わなかったパターンな気がする。そうだね。うん、仕入れもタコ、カシユカ、エレクトリカルとか。仕入れもタコ、カシユカ。最終位置アッパーエンジン、そんなね。アッパーエンジン。セキュリティ、バラさん、セキュリティ、うん、うん、はい、メッドベイピピピしてた。お子さんは？私アドミンですね。で、そのまあ、そのキルがそのそれに合うのかわかんないんですけど、アドミンでマップ見てる時ぐらいに、うん、アドミン2回見てて、そのバラさんと1回すれ違ったんですけど、アドミンで、アドミンで結構前、それまあ結構前です。うん、でその時にそのマップ見た時にシールズからナビゲーションに、うん、まあ移動してる
一瞬でしか見てないんであれなんですけど、移動してるように見えたところがあって、弁当ない、そこにシールズからナビゲーションで、あごめん、疲れた、シールズからナビゲーション、ここさんさ、アドミンコミュニケーションなる直前見てた？あ、コミュニケーションなる直前も見てましたね。あ、じゃあその情報の方が欲しいわ、こっちの方が欲しい。次、俺がいた時、結構前の、そう、ここさんか相馬さんとか、貸し床仕入れも対、はい、多項、まあ、計算以外ご承知。ボタン押されてすぐあれしちゃったんで、あんま見れてないです。直してないんだよね、ごめんね。奥まで入るべきだったかな。ならんけど。覚えてない感じだった、ここさん。すいません、あんま覚えてない。メッドウェイにいたとかさ、セキュリティにいたとか、アッパーエンジンにいたとか、そこら辺が知り。ディレクターと、エレクトリカルに結構いた気がします。メッドウェイ、メッドウェイセキュリティ。リアクター？え？リアクター左側にたくさんいましたね。たくさん？たくさん、まあまあね。まあ、エレクトリカルは多かったけど。リアクタータコさん、タコリアクタータコさんだったら、ちょっと曖昧なんで、あまりメトベイアッパーエンジンセキュリティは分かんない感じか。そうですね。じゃあリアクターは俺は足運んでるか、それかもしれない。まあエレクトリカルは3は間違いないから、4いたらびっくりするけど、からはずっと3だったね。みんな疑心暗鬼になって対応確認していた。エレクトリカル誰だったか、もう一回言ってもらっていい？貸し床仕入れもタコだよ。あー、オッケーオッケー、そうだね。ケバラが先に出てる。あー、もう出てる出てる。で、バラさんそこから左回りで行ったと。あ、そうそうそう、そういうことそういうこと。で、K さんは右に行って、給油したとコミュニケーション行ったと。そうね、うん。で、相馬さんは、じゃあアッパーエンジンに行く前どこ行ったの？アッパーエンジンにカフェテリアから、回ってる。半時計回りか。半時計回り。上、タイちゃんは？俺はみんながエレクトリカルに閉じ込められるのを見て、俺入ってなかったから。閉じ込められるのを見て、ロア、アッパー、メッドベイって言った。セキュリティも一瞬見たけど。相馬さんとは会わなかったタイミング。相馬さんと会ってないね。相馬さんと一回すれ違いましたね。どこで？左側でしょ、右側だ、ごめん。右側で。ウェポン。サマさん、ウェポンからって、です。ウェポンからずっとぐるーっと回ってアッパーまで行ったってこと？あ、そうそうそう。カフェテリア抜けてアッパーエンジン抜けてる。アッパーエンジンで鳴ってる。最初のリポートがね。うん。入れられてるし、受ける。犯人。やっぴー。やっぴー。わ、まあ、かんねえな、俺目線。タコさん仕入れもさがないぐらいしかわかんねえ。うん。
ないっすね。安心なくてよかった。はい、カシウカ隊の、まあ、カシウカちゃんは微妙だけど、隊さんの動きが怖すぎて押しました。え、俺そんな怪しかった今。絶対ありえない感じのとこにいたし。具体的には。まあ、オツ直し、オツが直したのはカシウカ隊が先にいて、で、まあ、俺も後から行ったんだけど、うん、まあ、ウェポンあたりと、で、ちょっとなんかまあ、俺を待ち構えてる感じの動きしてたのと、もう一回でその後はまあ別にサポートないんだけどアドミンに行った時に愛さんが弁当の上にいたんだよね。アドミンで普通あんなとこ行ったんじゃないでしょ。ああ普通にずれた時じゃないの。あタコさんがアドミンに着いた時タイちゃんがもういたの。いたん。それもおかしいよ、うん、無理。俺下にさ速攻でいたら閉まってるのは見えたから上ポンド入ったぐらいで、まあ、てて、そうカフェテリア閉まってるの見えたから、まあいいやと思ってストレージにも助かったから下にぐるーって、いやストレージでタスクやってから行くんだったらタコさんの方が絶対早いね。タコさんは上ポンズから行ったでしょそのまま普通に。うん。で俺 O2 とかあの上ポンズの間の通路ぐらいにいてうろうろしてたんだけど、まあタイちゃんって一回上ポンズの方を覗いて閉まってるから下行ったんだよね。うん。タスク1個やって先にウェブアドミンつける。え、ストレージのあの上の配線とかで。いや配線でも。うん。まあ、でもその時相馬さんすれ違ってる。いや、まあ大体さんの動きはまあおつ終わりにちょっと。いや別に釣りにはいかないけど。アドミンのベントの上にいたっていうのは真上に。めっちゃ穴位置いかないじゃん普通は。ちなみに地図見るにしても。相馬さんって十字のところで何のタスクしてたの？十字のところ。あ、セキュリティのあの配線版。あ、配線か。オッケーオッケー。今、タイさん、相当怪しい動きしてんなっていう報告です。はい。俺も怪しいと思う。ちょっともう一回思うぐらい。これだよ。相馬が可愛いわ。それでさ、俺、ベント使ってアドミンの上って、あ、アホじゃない？まあ。まあいいわ。ずっとついてこられてストーカーかな。ストーカーさん。でまあ、うん、でエレクトリカルの配電盤前に行こうと入り口入ってそれの間ぐらいで光ったレポートが弟子入れもさんです。バラ直前まであと見ててなった時点ではエレクトリカル4でしょ。 4!?4!? じゃあ、貸し体、あ、それは本当なのは、ね、貸し体はない。そうだね、俺アッパーの方いたから、ロアかロアにいた。4?4 おかしくね。警告、あ、そう、あ、相馬仕入れも。警告仕入れも相馬さんじゃないの。うん。その人たちの証言を聞き
待って待って待って、4はタコカシュカ隊じゃなくて、タコカシュカ隊。そう、4のタイミングって、レポートの時？レポートって。あ、レポートの時？あ、じゃあ、そうだ。タコ隊、カシュカシーでもでいい？それ。うん。これ、最後アッパーエンジン。え？私ギリギリ入ってなかったか。俺入ってないよ、ギリギリ。あ、じゃあ俺入ったんかな、エレクトリカル。まあ、まあ、その辺はあまり議論しないっていうか。うん。あ、その前は見てないんで。ケイさんとタイタンは、まあ、入ったか入ってないかぐらい。なんで、ソマさんでよくね？なんでアッパーエンジンいるの？なんでとは？なんでとは？さっきもアッパーエンジンいたじゃん。うん、ここさんは？回ってんだよな。私は何です？あ、ここ。お子さんどこって？最終位置ですか？うん。エレクトリカル前ですね。体型のちょっと後ろって。そう、計算と多分計算と近かったはずです。あ、タイはロアからロアから行ってるから。あのアドミンから行ったの。ここ系はアドミンに行ったの見てるわ。うん、その後まあうん。え？つらつら。アッパーエンジンいただけで釣られる男。別にそれはお互いセルフないんだよね。絶対ないね。もうじゃあ決まりじゃん。わからん。わからん。わからん。誰か死んぞこれ。はい、一応まあ、スキルが起きそうだなと思って、うん、終わるかと思ったわ、エレクトリカルで、ね、閉じ込めエレクトリカル5いたんで、バラ以外全、うん、で、一応確認、まあ、そのままでいいと思うんだけど、バラ目線、ここ系は多分ないなっていう感じがしていて、あ、そうなの？計算とここさんが、あ、でもそっか。計算とココさんどっち先出たっけ？俺の方がちょっと早いと。そうですね、計算の方が先に。一応カシューカさんのちょっと後ろを走ってたんだよね。だけど入った順番的にタコカシューカ同時の体型同時のココさん最後って感じで、タコカシューカのセルフ、お互いセルフないっていうのが。だって俺ずっとついてこられてたから、まず。それは見てたわ、それ。うん、見てた。だから俺はタコさんが白いと思ってついててたんだよ。お互いにセルフないの？絶対ないね。はい、うん、じゃあそのままでいいや。でもなんでたあのタイちゃんはタコさんが白いって言ったの俺見えてなかったからよく分かんなかったし、別に直前とかじゃない可能性だってあると思うけどね。あの仕入れもさんがさ、いつ死んだのか知らないからさ。そうそう、時間なんて結構そんなに相馬さん黒かったかなと俺は思ったんだけど、仕入れもさんって最終位置だけ聞いて。まあでも停電直す前のところって話じゃなかったっけ？うん、まあそこらへん。ああ、そうだ。最終目撃あるの？シエルモさんね、右側にはいなかったと思う。シエルモさん案内地で光ったから多分停電直しに行った時にやられたんだと思うんだけどな。で、やった俺らよりも先についてた人がやったってことか。引っ込んでる。え、じゃあそう思うじゃん。まあセキュリティに移動して、ベントで移動して、やっぱり。体型が入ってなくて、ベントにいた。上にいたとかそういう感じ。まあでも俺もさっきもアッパーエンジンに行って、またアッパーエンジンに。うん。多分ヤクシマも相馬っぽくなかったっけ、確か。だからわかんない。アッパーエンジンやってる感じがするんだよ。私押せないです。一応これ連れてるでやるしかないよね。いや、押せなかったのもこれ。ローラー先がないからね。うん。うん、そう、押さなくていいと思う。あ、違います。投票できないです。バグってて。ああ、よくバグる。よくバグるね。
いい押しですね。ナイス。いいね。ナイスだね。これは白い。特に話すことはありません。うん。ココさんさ。はい。なんか、最初アドミン一緒行ったじゃん。タイちゃんとココさんと。で、タイちゃんと、オツになった時ね。うん、オツになった時。あ、はい。で、ココさんが、ストレージ側に抜けて、これ、メドベ側に抜けたんだけど、アッパーエンジンぐらいですれ違ったよね。下というか。めっちゃ大きく回ってました、ね。そう、大きく回って何しに行ってたの？いや、ちょっと、アドミンとかに助かったんですけど、なんで下から行ったか忘れちゃったんで、ちょっと解散怖くって。アドミンスタートだったよね。鳴った時はアドミンスタートではないんですけど。うん、オツ終わってアドミンでそのままタスクしたらよかったんじゃない？ダメな。いや、なんか、なんだろう。それ、まあ、ちょっと怖くってやれなかったって感じですね。うん、なるほど。タイさんも近くにいたじゃないですか。うん、まあ、確かにタイちゃんちょっと怖い。触らしてくれよ。怖え怖え。まあちょっとまあ別にするほどじゃないけど、なあのタイミングだったらシールズエレクトリカル下ロアアッパーって何もせずに歩いてきたんだろうなって。何もせず歩きました。タコさんゴミ捨て2回やったの？うん、なるほど。そんだっけ。タコさんゴミ捨て2回やったの？じゃあ黒いね。なんでなんでや。あるやろ。なんでや。あるときあるやろ。ゴミ捨ては週に2回。ゴミ捨て3回しっかりしろ。そっか、溜まってんなそれ。年末年始のなゴミに溜まってんな。溜まってんな。これ隠しろ見たでしょ。知らんけど。マジ終わるかと思った。びっくりしたわ今。大津遅くね。大津川。大津向かったの私だけだったので。あ、黒だったら押せないもんね。いや違いますね。狙ってたか。いや今のは扉が閉まってたので。大津中に？大津中に閉まることなんてないよ。メッドベイで待機してて、扉閉まってたけど。まあ、たまにバグって同時になることはある。あんの？うん、あるある。バグでね、同時に。サボダージュなってのに閉まってる時ある。まあ、俺、タスク終わったんで。マジまだまだです。すいません。セキュリティーにまーす。よーい。いつものやつ。俺もあとちょっとかな。いつものやつ。え、自宅警備。これ、ちょっと聞きたいんですけど。はい。バグでずっとセキュリティーの赤いランプがついてるとかあります？なんか、さっき誰もいないのにずっとチカチカしてて。誰もいないんだったらバグじゃないね。ココさんのアーマンガス結構やばいね。なんでそんなにバグるんだろう。わかんないです。これ一回アンインストールした方がいいですかね。いいと思う。まあ今じゃなくていいけど。まあ今は次の時にまでに。でね、投票できなくなるのはマジで致命的だな。ね、投票できなくなったり、死体見え、死体っていうか死んだ人見えないかったり。え、いいんかな。いいよ。まあいいんじゃない。タスクで勝てると思いますよ。うん。相馬さん釣ってるし。うん。相馬さん釣ってるし。相馬さん釣ってるから大丈夫だろ。アッパーエンジンやろう釣ってる。アッパーエンジン。
マジココさん違うの。じゃあタイちゃんだったんだ。タイちゃんつって終わりだ。カシュガちゃんはやってる、あ、2人がいるの見て離れた感じ。うん、俺は2人が入っていくのを見て離れた。あ、まあタイさんの方が近かったから。だからタイちゃんやっぱり弁当で移動してたんだよ、アドベに。してねえよ。あんな位置にいるわけ。本当にしてないよ。本当にしてないよ。本当にしてない。そこはしてないの。計算目線。いや、本当にしてない。え、本当にしてない、それは。計算目線もタイちゃんだった。うん。タイちゃん、まあ俺とタコさんほぼ同時に移動してるか、うん、一緒に入ってで下に行くタイさんを見て死体があったから、うん、まあ、満場一致じゃん。あのまま会場すればよかった。でみんなに来てもらって橋床に解除しても無理だし、このオーツルのすればよかったんじゃない。まあ時間稼ぎしかも上げるしかないし、上げ上げ物からのアッパーエンジン野郎はどうかと思うんだけど。やーい化け物。ダイさん、あれはマジ弁当は全然関係ないの？え、全然使ってないよ本当に。あ、そうなんだ。なんであんな位置いたの、うん、本当に。あ、入ろうかどうか悩んでた感じ。いや、その感じもなかった。マジ？シンプルにアドミン見ててマジ言われた、びっくりした。え、でも俺見てたけどタイちゃんが先アドミン行けないと思ったけどな、俺普通に。俺カシュカとタコさん側見てたんだけど。あ、てか俺視界広いから、その閉まってるの見てるから、あの多分スタート早い。まあ、その閉まっ、うん、いや、それにしてもなんか先に行けると思ってなかったな。よくわからず釣られてしまった。相馬さんってその、相馬さん別によくわかるずつってない。相馬さんは証言がおかしい。でも事実なんだよな。え、あ、なんでしょう、相馬さんがなんか喋ってる。うん、いや、あの相馬さん、薬島さん殺した時ってシールズからナビゲーションで弁当使ったんですか？あ、そうそうそう、ここさん、ね、ここさん、ここさん、そうですね、薬島さんやって弁当使って、それ見て、その見に行ったら相馬さんが来たんで。あ、それから そ, う そ, う そ, う そ, それを言ってくれたら、そうそう、それ言ってたら多分秒で釣られてた。でも何も言ってくれないと思って助かったと思ってたんですけど。いや、それ言わないのは黒いわ、それは。いや、バラさんが詐欺ったよ、確か。いや、言っていいのかわかんなくなっちゃって。その弁当の情報は別に後でいいみたいな感じで。バラさんのせいじゃん。そうそうそう、なんかすげえなんか直前にキルされたみたいな流れになってたから俺が。そうそう、めっちゃ時間かかってたんだよな。そう。私の説明するのめっちゃ。ここさんのめちゃくちゃいい情報だったんだけど。弁当色っぽいのであって、バラさんがまあ潰したから。あれじゃない、別に詐欺られても言えばいいんだよ。あと、うん、相馬さんを、まあ、が怪しいと思いますからスタートした方がいいんじゃないか。見てもね、バラさんが遮った時、そこはあんまり重要、あの結局わかんないで終わりそうだなと思っちゃった俺も。そうそう、俺も、うん、まあ見てはないと思ったから。変わってよ。食べていいよね、気配って。弁当使ったっぽいっていう情報だけだったから。ピザ食ってんじゃねえぞ。ピザじゃない。もうちょっと完結した方がいいですかね。なんかどのぐらい。完結でいいと思う。その弁当。そのアドミン見ててシールズからナビゲーションに行ってそこで相馬さんと会ったってぐらい言ってた。そうそうそう、あの、動きだって見たら相馬さんだったっていう感じで。あの、ね、多分あの俺とバラさんとかはそのアッパーエンジンとかメッドベイ、リアクターのセキュリティにいたっていう情報が出たから、それが全部本当か確かめれば犯人割れるだろうって考えて、そっちを聞きたかったんだけど、そこをここさん分かんなかったら、そっちは分かんないから、もっといい情報があるって言ってくれたら、まあ俺とバラさん喋り続けてたから結構難しいと思うけど、そしたらいけたかも。あ、そうだよ、あのお前らが悪いよ。そうだよ、喋りすぎだよ。おしゃべり、おしゃべりクソ野郎だよ。おしゃべりクソ野郎は、そもさんのあれだからね。確信だったからね。そもさん、今日マジでアッパーエンジンにいたの。いや、でもなんかさ、カシウカがさ、俺あそこでタイちゃん釣らねえんだと思って、あの、ストレージで助け合ってたら絶対、間に合ってないからさ。トイレだけ行ってきます。そんな早かった？そんな早かった？タイちゃんのやつ？そう、俺もあそこで絶対カシウカだったらタイちゃん釣るだろうなと思ってたんだけど。いや、まだ余裕があったから、それより相馬さんの方が怪しかったから。あ、なるほど。ちなみにさ、これ2回目さ、ウェポンだっつってさ、ナビゲーションの情報がなかった、アドミンの情報なかったら俺まだ生きてた。いや、ウェポン2回目のアッパーエンジンだっつって、で本当にアッパーエンジンいたんだよ。それは事実の。いや、あの、どっちにしても浮き位置だから。あ、そもそもなんか、時計回りで行ったとか言って、ウェポン行ってって言って、で、カフェテリア通って、アッパーエンジン行って、みたいな、よくわかる。あ、そう、1回目は違う。アッパーエンジンでなったんだよ、1回目はね。
それはタコさんが言ったのは俺が死んだ時の話じゃないか。シーレモさんが死んだ時は、シーレモさんが死んだ時間帯も俺あんま把握してなかったから。え、でもほぼあれ 10秒前ぐらいだよ。あれは停電中でしょ、さすがにあの位置でやってるから。そう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 、で、いや停電解除された後かな。え、シーレモさんが上登ってったから殺そうっつって殺して。それ嘘だよ、だち停電解除する前にレモンしたから。え、そうだっけ。だってそりゃ相馬さんの画面は、まあ、あの暗くないだろうから。まああのシーレモさんの時はね、どちらにせろセキュリティかメッドベイの近くにいたら怪しいから。あ、そうだからウェポンがワンチャンあったかなと思ったんだけど、ウェポンもまあすごくきついかね。うん、誰かと一緒にいないとダメなんだろうな。いや停電が鳴ってんのになんでウェポンいるのって詰めたと。いや散歩もうタスクしてましたっつって。だって初手結構右行ってたじゃん。なるほどね。逆にね、俺が一番困ったのは、え、エレクトリカルに俺もいたよって言われたら、俺は分かんなかった。他の人が証言でできるか分かんない。停電解除できてなかったから。これでさ、上でタッチしてましたって言われたら、あ、じゃあ4人目相馬さんだったってなった。そう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 。それがだったら俺は困ったよ。上でタスクしてましたは即釣らない？俺釣っちゃうような上でタスクしてたって言われたら停電中に。まあ上でタスクじゃなくてみんなと一緒に入るところで俺もいたんだけど、うん、みんな見えてないの。それだったら。なるほどね。ああ次から使うわ。まあ結構賭けだけどね。いやまあだって釣られるか釣られないかっつったらね、そっちの方が秒で釣られるよりかはマシでしょ。うん、まあ、まあ、行きますよ。いるみんな。ここ3帰ってきてる、はいはい、戻りました。みんな戻ってるみたい。はい、ちゃんは次はキルします。あ、いるね。タコさん白かったからずっとついてたけどすごい野草だったな。いやあれタコさんかわいそうだったもん。みんなタコさんやでさ上の方に出てってるんですね。青ちゃんが私は青ちゃんなこれ。あれナビゲーションとか言ったらやられるんじゃねえかって思ってた。ね、ネキバラ？うん。部屋一緒です。はーい。スイッチだと押しづらいよね。あれだよ、その抜けたばっかりの時はそのまんまエンターでも。あ、そうそう、あの矢印を押せば大丈夫だよ。同じ部屋だったら。じゃあそろそろトイレのやつから脱しよう。何しようかな。リンゴでも持つとこ。あ、目玉焼き。それかぶるからやめてくれる？目玉焼きがいる。ソーシャルディスタンスしよう。俺ちょっと可愛く花とかに変えようかな。やめろ。まあ、お似合いだよお前はそれが。花かわいいな。あ、花になっちゃった。あ、まただね、これ。さよなら、ココさん。またココさんじゃ。あれ持ってたんでは？すいません。相性悪い。調子悪いじゃん。役所また相性悪い。ああ、役所さんのせいかもしれない。じゃあお前ら部屋作るか？ええ、とんでもないです。いや、いや、ちょっともうそんな。うわ、真っ暗だ。あ、お子さんが真っ暗だからやめて。これお部屋同じ？カシュカ、あ、一緒。カシュカ、あれ、切れたっていうな。あ、でもダメだ。ちょっとなんかおかしいな。ちょっと一回止めまーす。切れてる？あ、俺押してない。切れてるけど、でも3人しか入ってないことになってるから。バナナの皮。バナ皮じゃん。バナ皮さんって言ったよね。
ねんねん。カシウカが人の名前覚えてってやばい。俺何も喋ってないよ。タイソンでしょ、今の。ちなみに覚えてないよ、ちゃんと俺は。うん。弁しよう。あ、なんかすげえ計算パーリーないしてんじゃん。目立ちそう。計算いいね、それ。いいね。血明っぽい。なんか、スイッチ何もないんだよ。スイッチって買えないんですかね。すみません、お待たせしました。はい。スイッチ買えない。でも、操作はしやすいから。まあ、俺は。あれ、こちらさん、結局、裸んぼにしたん？ん？よいしょ！結局、裸んぼにしたの？え、俺、角生えてる。二連の生えてないよ。生えてないよ。生えてない。タコさんが。タコさんが消えた。入り直したら、みんな、多分、気についてると思う。あの、それ、めんどくさいから、いいんじゃない？今始めちゃうの。スキンを見たいから絶対入りますさ。トコさん裸だ。ここさんとタコさん裸だけ。はい。ああダメだねこれ。またじゃん。これ。一生ゲームができる。止まんないんだ。なんかボットもおかしいな。なんかおめえダメだぞみたいな通知出てるわ。あの部屋解散してる。あすいません。え、アジアですよね。いいんだよ、アジアだよ。アジアですよね多分、うん、あれじゃない、ここさん回線とかじゃない以前の何かがあるんじゃないかな。バグが多かったりするから。黙れ小僧。スイッチだよね。スイッチです。あ、まずスイッチなんだ。スイッチなんですよ。スイッチか。スイッチでバグ起きたことあんまりないんだよな。ないね。あの服が見えなくなるのはあるけどね。うんうん、それはなんだ。回線を私は私のところは悪いと思います。あーでも無線だからっていうのあるかもしれない。俺も無線だよ。うん、いや俺も無線だけど、あ無線、回線自体のそうそうその強さが足りてないとかあるかもしれないし。 QMEY 次ダメだったら私落ちます。そんなこと言わないでよ。そんなこと言わないでよ。あれしちゃうので。あれ？あ、間違ってる。あれとは ？You may not join other game for other ゲームできちゃうので。After なんちゃらかんちゃら。三分経たないと。3 minutes。四分経たないと参加できないって。マジ？何それ？なんで？マジはそうなの？あ、あれじゃない。単純に抜けたからじゃない。切断しすぎって感じ。ああ、うん、悲しい。雑談しよう。何の話？うんち。俺もダメだ。うんちはダメです。うんち？ダメなの？ダメなの？ダメです。何ですか？他は？正月のおせち食ってからさ、おなら止まらないんだけど。おせちにはおならの成分が入っとる。わかるっつって、おせちの料理絶対食ってないじゃん、バラさん。わかるって一言も言ってないよ、俺。言ってないかよ。誰かわかるって言わなかった。幻聴や。聞いてない。聞いてないじゃん、俺も。黒塗りされちゃう。大変だ。いや、と1分になった。なカシウカさんはカシウカのファンなの？ファンだよ。なるほど、だからか。パフュームのパフューム大好きだよ。へえ。妹がパフューム大好きだわ。それだけ。もう全然あと2分って出たよ。でもあと待って、俺もまだ入れない。じゃあおしっこしてっけよ。
あと2分の会話誰か繋いで。うん。シーレモさんってなんでシーレモなんですか。CC レモンが好きだから。そういうこと。おしっこ黄色そう。まあ誰だよ、出てこい。え、おしっこ黄色そう。おしっこ黄色くないし、無色透明だし。怖。え、健康じゃん。大丈夫ですかそれ。普通大丈夫だよ、泡立ってないし透明だし。ビタミン足りてますか。食生活の心配すんじゃねえ。いつもレタス食べてる。ビタミンじゃないし。レタスとジュース食べてる。別に食物繊維関係ないんだよ。今もレタス食べてる。あれ、俺サーバーノースアメリカだ。よくできてたな。ふさぎじゃん。ふさぎかもしれん。ふさみしいと死んじゃうんすか、もしかして。うるさいな。ヤピーヤピーヤピー。無限に×と入るボタンを押してる。いや、寂しいと死ぬんだけどさ、結婚はまだだしさ、結婚する予定もないんだよな。ちょっと一回これで始めてみるわ。入れた入れた入れたか。あ、入れた。もう入れた。もう来た、10人だ。締め出し食らったわ。タコさんとインポスターやりたかったな。これで落ちなかった。俺もやりたくなかったからよかった。いや、ここさん9人になってもできないから頑張ってくれ。こうやって引きる人動いて。うおー。お、薄い一番で珍しい、全員動いてるわ。あー、それ珍しいね。じゃあ、さん動いてね。動いた。カシューさん最後に入ってるから、思うよ。あー、なるほど。いけそう。いいね。ナイス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 。はい、よかった。アドミンの手前っすね。で、はい、バラさん隠しろかな、これは。うん、一応、俺、誰だっけ、ケースさんのみ、ウェポンにいた人。ケータこそ、まあ。カシュカも右抜けてる。うん、カシュカさん右抜けてるの見てる。右抜けてる。うん。あ、俺、ナビゲーションでタスクやってリアクター無視して、オーツにいた。なるほどね。うん、で、ベントで殺したってこと？あ、やってないよ。落ち葉シュッシュって言いながらやってたよ。シュッシュ。ウェポンからリアクター行ったの、ケイタコ、シーレモさんと、うん、で、もう一人いなかったっけ？ないか。うん、そう、ちなみに俺はそうリアクターガン無視して、あ、ウェポン やり続けるというのを最後に回ってるな、見てる。そう、やってて、で、これ鳴ってるからアドミン見とこうっつって、アドミン見ようとしたら鳴ってた。っていうのがこれ。うーん。だから下行った人いない。そう、下行った人たちなんだなって思ってるんだけど。まあ俺も一だけど。じゃあここだからそのや。あのいった。いや。屋久島は最初あのカフェテリア右上やってる最中にリアクターになったからさっさと行って、バラさんの次についてよかな。私下なんですよね。でも対戦は見てなくて、そのアドミン通らずにストレージの方すぐ行っちゃったので、ちょっと黒いのは黒いんですけど、ね、その後はリアクターが鳴ったのでリアクターの方にロアとしてた感じ、ね、そうですね。はい、アドミンのどこら辺、アドミン入ったところで鳴ったからすぐ出ちゃったけど、その時には多分レポートなってなかったよ。タイさんもいなかった、見てない。聞こえてますか。うん、今聞こえた。うん、あ、オッケー。アドミンのどの辺したい。あ、アドミンのね、ね、あの十字路のアドミン側。十字路、T 字路。じゃ入り口ね。じゃあ、ほぼ入り口。このキルの速さラザニアさんかな。うん。さっきアドミンにいるって自分で言っちゃってるし、そういうことよくやると思う。なってなかった。
まあ、もうちょっと話せるとね。まあ、屋久島バラは白いの？俺は、ごめんけど。うん、バラさんか俺は白くないと思う。ただ、俺は、右上やってても、そのまますぐどこにも寄らずに行って、もうすでにバラさんがいたから、リアクターにね。で、覚え消してたから。1番、2番、屋久島でリアクターについたんだ。あ、そうそう、俺はもうリアクターで覚え消してた。バラさん、初動どこ行ったって言ったっけ？初動からリアクターで。あ、初動からリアクターなんだ。うん。はあ、ははあ、で、タコ、ラザニア、ケイ、カシウカ、シーレモが初動右かな。うん。あと俺ね。ああ、ソマさんか。で、ソマさんはウェポンシューティングで、俺はナビゲーションに抜けてて、他は結構団子な感じなの。うん、なった瞬間俺が最初にウェポン抜けて後ろからシールモさん来てたかな、うん、タコケシールモそこはウェポン、そう、ただそうケイさんとタコさんは多分抜けてからやってるんだったら会えるんだよね、下から抜けてるのを。ああ、あのリアクターに、リアクター鳴った直後だったらね。でケイ、タコ、シールモは3人が白いって言えるの？あ、ね、いや、ソーマさんじゃなくて、そう、ソーマさんじゃなくて3人って言ってた。役者向かってる役島さんもギリ見えてたから、まあ、役島さんも多分無理じゃないかな。あ、じゃあ 3人が3人同士、ケータコ、シーレモが白いかどうか。まあ、俺目線はシーレモさんまでしか見えてないから、タコさんちょっとしか見えてないから、うん、タコは1回カフェテリア右上ちらっと見てからだから若干遅れてる、うん、シーレモさんはタコさんは前回のも含めて計算のことは白出しできるけど、タコさんは正直覚えてない。なるほどね、うん、若干遅れたからね。けどラザニアさんは誰も白出しできない。誰か見てない。誰かっつってめっちゃ笑う。一応屋久島の時にネキが来て、ああ、まあでもそれはいけるでしょう。ココさんも別に浮いてるけど、ココさんも浮いてるから橋岡相馬、いいね。さっき役所はいいこと言ったね。俺もガン浮きしてるよ。そうだよね。あ、そうそう。カシウカのベントキルは忘れてない。そうそうそう。だからラザニア、ここカシウカ、まあ相馬セリフもあまり考えにくいかな。相馬セリフはタコ。相馬に関しては
狂気行動でセルフレポートする可能性があるから。ああ、ボタン押し間違えた説あるから、ワンチャン。そう。だったらもうちょっと慌てそうだけど。まあ、メタ読みはなしにするとして、ラザ、あの、タコさんとかシーレモさんとか、ケイさんが、相馬さんは、どうなる、どんな感じなのかな。これ一番最後に出てるから、あの、ウェポンね。ああ、ウェポン一番最後に出てる。そう、最後までウェポン、リアクターになってても多分、そのまま続けてた感じだったから。ああ、でもリアクターにはいけないから、アドミ見ようと思って行った。うん、まあ、そうそうそう、アドミ行ったっていうのが、その事実で。で、アドミ行く途中には誰も会ってないんだよね。だから、俺の勝手なイメージだけど、あの、あ、何え、でも、ラザニアさんって初動右なの？今、勝手に言っちゃったけど。下では下。あ、下なんだ。お子さんいた？一番最初。お子さんも初動のはずなんだよ。そうですね。あ、でも、最初ちょっと出遅れたから、どうなんだろう。あの、スタートが。なんか、ここラザニアの表現がまだ少ないから、聞きたいなって感じ。うん、じゃあここさん見たって言っといて。いや見てないです、ね。ここさんはどこ行ったんだっけ、実際行って。私ストレージの方行って、そのゴミ捨てをやってましたね、最初。初手ストレージゴミ捨て。出た。スロー。初手ストレージゴミ捨て行った？言ったよな今。ああ言っちゃった。ないかもしれないです。いやごめんね。これはごめん。あのこの宅はね、初手ストレージゴミ捨てはすることになってるんだよ。うん、これはね、ちょっとごめん。どっかのローカルルールで悪いけど。ごめんね、ここさん。私のせいなの。あれ、ごめんね。かわいそう。そう。シーレモさんの時かわいそうだと思わなかったけど。ストレージゴミ捨てはなぁ、ないんだよなぁ。とりあえずリアクターをお任せしてアドミンを。なんで呼んだの？なんで呼んだの？なんで呼んだの？おさんか？ね、記念に押そうかなと思って、ケーキ好きに一発。ケーキ好きに一発なんだ。記念だね。記念かなと思って。どうする？気持ち考えたことあるのか。俺でもここさんかわいそうだから、ちょっと2人ぐらい釣ってってもいいかなと思って。そうだよ、そうだよ。記念に誰か釣っとこうぜ。いや、もう早くしようぜ。ね、ネキ釣っとく。ネキ釣っとく。ネキ釣って終わりにしようか。よし、じゃあネキで。そうだよな、実際ラザニアさんお子さんに助け求めてる。そうなんだね。日本の間で何で、ね、なんで私2つも入ってんの。まあ筆頭だよな。いいでも筆頭ですよ、うん。俺は入れたよ、いいだろ。ケーキ漬けに押しただけなのに。いや、本当ごめんなさい。本当ごめんなさい。いや、ここさ、嬉しいよ、2人目が現れて。もうちょっとあの、計算の放送してる？してるよ。あの、ちょっと切り取っといてもらって。で、チキレモさんの時の人をつなげて動画作る。みんな嬉しそうだったな。初手ストレージを強いことにしてるんで、つって。ほんとに。これは面白かったな。お子さんがユーレミアですごい困惑した声で、これ、ダメなんですか？ダメないからね。ダメです、ね。なんで知らん。あの初手はね、絶対発生しないんだよ、そのタスク。あのゴミ捨てって大通貨、あのカフェテリアでゴミを捨ててから、そのゴミがストレージに移ってストレージで排出するっていう流れになってるから。そうね、そうそうそう、ゴミ捨てもそうなんですね。うん、そう、初手アドミンアップロードって言ってるぐらいの感じだね。そうね、初手アドミンアップロード、初手カフェテリア左上配線。ああ、ちょっと顔で入ってたわ。でもここさんめっちゃ嬉しい。まさかの2人目が現れて。仲良くしようね。いなかったんだな、あの日は。あの日いなかったのか。いなかったんだ。いなかったです。そうか、それはもう。残念。自分を犠牲にして俺ら全員を笑顔にしてるから。そう、みんな。
ニコニコだったからな。ニコニコだから。もうただね、ローカルルールで悪いんだけどみたいな。トイレ行ってきまーす。はい、行きね、でももうキルソクで疑われて、あ、もうだ。やったの結局やったのネキなの、うん、やっちゃった。ラーメン屋さんが退散と重なってる時、あ、これやるんだろうなって思ってましたもん。走りながら。ネキだったか、いやー。俺危なかったな、俺初手右上俺だけだったから。あ、そうだったんですか。右上俺だけだったから殺されてたらやばかったな。初手はね、と一緒に行っちゃダメだな、やっぱり。そうだな、いやな感寂しい。で最初にすげえよ、ネキが来たんだよ。俺ハドミンでココさんと2人だったのにネキが来たんだよ。どっちにしろだった、どっちにしろだった。いやらかしちゃった。いやー、初手ストレージの落ち葉捨てか、味わい深い。でもストレージで思いつくのってそれじゃないですか、うん、給油じゃない、給油かな、俺は給油全然思いつかなかったです。初手から給油行くってなるんだけどな。それは別に俺なんないかな、なんか人それぞれだから別に俺はそんな思わないかな。最初に出るで、特にほら、あの最初ってさ、配線を始めてるんじゃないですか。ストレージの配線で始めてる。ストレージはあるよ、ストレージあるよ。うん、で、ストレージ初手給油はなんかさ、もう最近最初にリアクター来るの分かってるから、あ、全然ありだと思う。戻ります。右が行ったことないから、ね、初手メッドベイはまあまあ行くかな。でもリアクターは行ったことないな、俺も。いや、リアクター強かった、ね、リアクターはリスペクトでやったけど。でもリアクターなるじゃん。強かったわ。センターはなるよ。いや、なるけど絶対白いから。そこでサテが起きたら。センターは初手左は違いと同義って言ってたよ。え？でも屋久島前回初手左行って。うん、あの弁当で動き回って結局つらえたんだけど。やっぱり最初俺ナビゲーションのタスクやりたくなるんだよな。わかるー。あ、まあそれはわかる。ナビゲーション行けば多少は殺せるってことね。あ、そうだよ。うん、全員いるよな、大丈夫だよね。ナイス、覚えゲームを いっぱいいたけど終わったんじゃないの。俺はでも、もうちょっとでダウンロード終わってたな。悔しい。ここまでは、そこまでは構いない。欲張りだな。欲張りだな。欲張りさん。でも役者はそれ覚えゲーム最後までやってたらね、相馬さんに殺されてたよ。ああ、かもしれない。結構いなかった、4人ぐらいいたよね。うん、俺、誰よりももう初手リアクターを忠実に守って、リアクター行ったら何もタスクね、笑う。それはバカだよ。バカだよ。無駄にないからつってもいいかもしれない。相馬さん次押して。押すの絶対押さねえから。暗いわ。
これはダメでしょ。言うと、あのリアクターなりました。俺アドミンでカードスラッシュしてからアドミン見て、まあ行こうとしてたら、まあ行くつもりはなかったんだけど、リアクターまで間に合わないと思ってたから、うん、まあ、エレクトリカル位置あって、一応様子見たらバラさんが普通にタスクやってたっぽくて、タスクやってたらバラさんはまあために下に行きました。で、カシュガちゃんが入ってきました。入り口付近でバラさんが死んでましたって感じなんだけど。カシュガさんか？いや、バラさんすれ違ったよ、確かに。うん。いや、俺まあタスク。うん、俺がやってたけど、奥に人がいないと思ってたとしても、ここでやるかとは思うけど。いやまあでも、タコさんじゃない。いや、多分こんな感じちょっと怪しいな。さすがに、だって絶対通る場所なんでしょ。いや、だ俺だってすれ違ったって、バラさん。すれ違ったと。エレクトリカルの他の人が入ってやって出ていくか。うん、でもバラさん、タコさんがあの感じで戻ったとしたら入り口付近なんじゃないの。入り口と配電盤の真ん中ぐらい、真ん中の入り口よりぐらいかな。タコさんが入るときにカシュカが出てったってこと？じゃあバラさんが出てきてにカシュカちゃんが入ってきてた。俺はそれで バラさんとすれ違って配電盤の奥まで行ったよ。うん。でタスク始めた。俺タスク終わってからまあ戻ったって感じだったから。いや、カシュカさんがやるってことはタコさんがタスク中で画面見えないと踏んでやったせいか。奥にいたから。いや、それでもやらないです。位置はいないけど、さすがにあの奥にいないと思ってもあこでやるかっていうのはあるけど、バラさんはタコさんはあんな位置で絶対やんないから、白い俺的。なるほどね。他リアクター終わって下行った人とかを聞いたい、もう一回一応ね。押します。下行った人がいるんだったら押してもらいたいかな。中華さっき押したじゃん。うん、だから押すか。いや、俺インポスターだったら今の押さないでしょ。うん、押さなくて俺殺されるかなって思ってね。タイちゃんと二人きりだったんだ。いや、これカモフラージュ説ある。はい、うん、まあ他の人エレクトリカルさ早めに下に抜けてるのを見てる人みたいな、リアクター越し下にロア側から行ってる人とか、うん、中島隊はないよね。なんか計算たちなんかどっか抜けそう。俺セキュリティ見てたんだけど、なるちょっと手前ぐらいだけど。あ、また聞こえなくなってる。これ、いや聞いてるよ。いや聞こえてる。あ、聞こえてる。リアクターを上抜けて、俺はメッドベイでタスクやって、なんか3人ぐらいいなかった？4人ですね。どこに？上アッパーの方に上がったのは その4人が誰？確か薬島さん、タイさん、これはリアクター行ってないけどね。途中で会いました。上だった、うん、あの十字路までは行ったってだけ。薬島隊系誰？ココさん。じゃなかったです。私。ああ、うん、だったかな。まあ上かな。さしてイレモさんかカシウカちゃんになるね。シレモさんは？シレモはカメラついてたの見てる人いると思うけど、セキュリティだよ。え、そう思ったような気がする。でも あんまり覚えてない。じゃあカシウカちゃんなわけです。うん、でいいと思うわ。多分学校でやって
奥のメント入ろうとして いると思ってなかった説ある。うん、ここでやって奥のメント入ろうとして俺がいたから見られたらまずいっていうので、キャスクやるふりしてるっていうので、カイさんがないって証明してくれると思う。なんでセキュリティから出てって、その後私アッパー経由してメッドベイに行ったんだけど、その時にメッドベイから出てきたタイさんとすれ違ってるから。ああ、そこ全部ない、本当にないんだったらタコさんしかないけど、タコ、うん、なんならもう入れます。カシュガちゃん、確かにあれは俺をネキは知らない、誰も何全く見た覚えがない。俺も見てないな、見た覚えないんだよ。あれ死んでる、死んでるでしょ、死んでる、今死んでる。いや、歌手、あの、バラさんと一緒のタイミングで死んでる。ネキを全然見てねえや。カメラにも映んなかった。リアクターはいなかったってこと？多分いないんだろうね。いたね。どこの？複数いたのわかるんですけど、いたのかわかんないです。オレンジ見た気がするけど、ああでも私の証言ちょっと微妙だからごめん、なんでもないです。リアクターにはいなかったな。見てないな。見てないかもしれない。じゃあ結構前ってことかな。前かな。初動はみんな。初動ネキと一緒にいた人いない。初動俺一人でリアクター行ったからなんとも言え。いなかったと思うけどな。初手俺ストレージの配線。初手カフェの右上のダウンロードやったから。でもね、確かそうバラさんは来てたんだよね。来てた記憶があるリアクターに。初手アドミンからエレクトリカルで終わってるから俺は。右いなかったよな。私初手ウェポンです。右組にネキいなかった。俺も曖昧なんだよな。だっけ。いや俺もう計算が俺さ、俺計算が右カフェの右上やってんの確認してから行ってるからちょっと遅れてるからわかんないんだよね。俺の方でも見えてた。その辺にタイちゃんが一緒に、タイちゃんだよなあそこ一緒にいたの。右上、うん、シールマさんじゃないですよ。シールマさんいないな、俺いない。俺下いたもん最初。ウェポンやってなかったですよ。ちょっと勘違いでしたっけ。いや、合ってる。ウェポンやった後アドミン行ってる。いや違う、ウェポンじゃない。カフェの話。カフェの、あ、カフェの右上で行った。初動で右上行ってウェポン行ってアドミン。カフェテリア右上で。あ、いや、まあいいや。あ、俺がアドミン見た時カフェテリア1とエレクトリカル1だったんだよ、リアクターの時。うん、だからカフェテリア右上はワンチャンあるな。あ、そこはないよ、そこはない。ない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 。議論続けますか。あ、ちょっとラザミナさんに関しては難しそうかと思った。誰も見てないんならいいんじゃない、絞れなくない。
どっかであった気がするんだけど全然覚え、場所は、場所は、いや、あの場所聞きたい、うん、先に最終位置聞きたいです。エレクトリカルです。違う、ナビゲーションの手前の、通路のところです。アドミン対メッドベイメッドベイとカフェテリアの通路うん、メッドベイで誰かがすれ違った。タイさんだと思う。どっちから来た？タイさんはどっちから来た？俺アッパーから来たよ。ああ。屋久島とセキュリティの通路ですれ違ってアッパー行って。すれ違ったね。K さんと一緒にアドミンにいたときにアドミン見てたんだけど、うん、ロア1から2になって、キルフラッシュっぽいのは。ロアにあったの、下ロア、うん。ロアにあったんだったら、俺はシーデモさんだと思うわ。あの、ここシーデモとすれ違ってる。ああ。あの、エレクトリカル入る直前に。ちょっと前ぐらいまでね、ここさん給油してたの覚えてる。あの、下で。うん、一緒になった。ストレージで一回。一緒になったっていうか、あ、出会ったここさんとは。で、その相馬さんとシーデモさんの立ち位置と動きを知りたい。あれ、アダミンにいて、エレクトリック、アダミン、ここさん見て、ボタン押そうとして、タスク1個終わらしてから押せばいいやと思って、アダミンにいた。私はストレージで給油してて、アッパーエンジンからだったから、アッパーエンジンに抜けてて、その後メッドベイで試験管のやつもやろうとしたから、メッドベイに行った。これ、ここそまストレージロアアッパーって言ったってことですか？ストレージロアアッパーメッドベイだね。うん。ああ、そう。それは別に疑ってないかな。ただまあ、カシューカで俺は連れてると思ってて、うん、そしたらもうタコさんはないし、相馬さんも相当カシューカ疑ってたから、そこもないから。これはまあ、シーデモさんでいいか。俺はシーデモさんでいいかなと思って、まあ、つらなくても、ね。せっかくストレージの落ち葉捨てという神発言が出たのに。いやー、ひどいよー。やっぱパッションが弱い。パッション、もっとパッション。いやーごめんね、うん、ナイス。あのタコさんがあのタイミングでいると思わなかった。まあそうだよな、ね、それで弁当入ろうとしたけど見られたらまずいっていうのでタスクやってるふりっていう感じ。いやもうタコさんは絶対下に行って、あれだからどうにかバレ、どっちかな、タコさんをローラーに持っていくかどっちかなって迷って、まあローラーでもきついから可能性がある方にかけた感じ。まあさすがにあの位置でやるのはないと思う。リアクター鳴らしてバラさんがエレクトリカルに入ったのは見てて、リアクター最短で俺が抜けてロアーに行ったの俺が一番最初で、エレクトリカルに2人いると思わなかった。あ、そういうとこ。もうカシユカタンとのミロを楽しみにしてたのにすぐ終わっちゃって悲しい。でもいやー申し訳ないね。もう上まで見てたらでもバラさん殺せなかったからな。まあそうね、出てる。お子さんごめんね、せっせと給油してるところ殺して。いや全然それは大丈夫です。あれタコさん見つけてくれたのはありがたかったかな。ブラッシュ見ながら死んでごめん、殺してごめん見てたのか。私ヤクシルが出そうになったらドアを閉めてってシュッシュやってたんだけど。そうだね。ありがとうね。いやータコさんいたんだね。まさかあんなタコで死んでると思わなかったから。タコさんどこにいたの？ごめん始めちゃった。んセキュリティとかにいたってこと？バラさんを見つけたとき、あ、じゃあごめん、そうか、バラさん見つけたときはエレクトリカルを置いて。あ、私これラスで、はい。
これラザニアさんでいいんじゃないか。ネックじゃないのこれ。これラザニアさんでしょ。あ、計算が押したんだ。あ、俺が押したんだね。ウェポンのあの。どうやって死んでたの？ウェポンのダウンロード上の。ウェポンのダウンロードの場所。ニッキーのいつもの殺害場所じゃん。違うよ。違う。デリアミングウェポンで。ウェポンだよ。ダウンロードだよ。右に行った人はあらおう。タコさんは右ナビゲーションに来てるね。うん。計算も O2 一緒にいた。タコ系ラザニア？いや、タコさんは俺がナビゲーションでタスク1個終わるぐらいに入ってきたから、別に俺は素人とは言わない。マジ？右に行った人を教えて、先に。タコ系ラザニア。カシウカ。カシウカ。ウェポンってやったの誰？薬島シーレモは違う。シーレモは違うと思う。初手、右じゃないし。どっち初手、初手どっちっていう。初手下。誰か見てる？いや、シーレモさんは見てないです。俺、ココさんと一緒にはいたけど、アドミンに。ココさんとソマさん初手、アドミン。あ、初手、初手アドミン。薬島さんウェポン。薬島ウェポンじゃなかった？だったと思う。私いた？じゃあ薬島さん。黒黒。あ、キュインキュインしてたよね。薬島っぽい聞こえない。あ、ごめん、俺ウェポンいたよ。だよね。ウェポンだよね。バラは、初手、メドウェイ行って、アドミンに行ってます。ココさんと相馬さんがいるのも見てます。うん、バラさん最後にアドミンいたのは見てる。でも最後。うん。あ、でも、タコさん10秒以内にはできないな。うん、俺だって初手、さっき最速でナビゲーションだよ。計算は分かってると思うけど、O2 で分かれたから。うん、そうそうそう。計算も最速で行って、ラザニアさんがいたなら違うね。ラザニアさんいたっけ？ O2 で落ち葉済ませてって、計算はその下ぐらいにいたから。先頭誰？カシユカちゃんで、次俺で計算で、ウェポンで薬島さんって。ラザニアさんは見てない。これは。薬島通り過ぎた。あ、うん、いたいた。計算先に O2 いた。ああ、で俺が落ちまあそれを見てんだったら別に。だもん。けどこの速さはちょっと怪しいな。これ画面がバグってます。あ、ちょっと、かしゆかちゃん、俺と計算結構最速で右行ったよね。まあ、なんだろう、画面暗転開けてから動いてるから。あ、まあそれはそうだけど。入力してたら。これは暗転中に入力してる。ああ、なるほど。なら、うん、最速で行ったと思ってかしゆかちゃん行ったから、早っって思ったのはちょっと。でも関係ないでしょ。だって10秒あるんだから。そうね。カシウカ、タコ、ケーラザニア、ヤクシマの順かな。うん。かな。うん。何の順がそれは。右行った順番じゃない。右行った順番。で、出た方が強いじゃない。右行った順番。うん。ベポン側上から出た順番。ケイさんとラザニアさんってどっちが先に出てんの？あ、そう、ラザニアさん先に出てんの？私、吸わせてて。吸わせ終わったと思ったらレポートだったから K さんがいなかったもん、その時に。ああ、そうか。ラザニアさんいたっけな。見てねえな。マップ見てたんかな。いや、まあでもさ、まあまあわかんないか。K さんだったら超うまいけど、K さんじゃないと思うから、俺同時に発見してるんだよね。じゃあ、薬島が、その今発言が出た中だったら、薬島が一番黒いけど、シーレモさんも誰も見てなくない？なんか。そう、シーレモ誰も見てない。下行ってどこ行った？え？落ちバステかな？ストレージの落ちバステかな？じゃあ、入れる。じゃあ、村の履歴ないから、ちょっとこか。待って。それか、弁当でカシウカちゃんが
ダウンロードの下？いや、それはない。ナビゲーションから出ていってるはず。見たで、計算とあったのも違う。あのウェポンの手前ぐらいじゃない？うん、そうそうそう。え、一段なんかあの O2 の前の分岐付近で合流して、そのままウェポンで死体発見してるから。ない？ない。画面バグってない。うん。釣りに行くまでは。そうかな。結構絞れるんだと思う。きつい気がするけど。そう。ラザー役。ミキがローラーになっちゃうからローラーでいいかなとは思うけど。ローラーでいいと思います。どこだ？屋さんからある。人が殺してました。どこら辺で？上。エレクトリカル。なんで相馬さんも入れてるの？どっちからって決まってなくない？何も考えてなかった。薬島さんって言ってたから薬島さんから入れてた。一応、あの見え方とか聞きたいんだけど。どこ下の位置はまずエレクトリカル上って言ったよね。エレクトリカル上の真ん中ら辺で、タスクしてた。私が入ってってタスクやろうって思ったらプシュってなって、ヤクシマが、ヤクシマはもともといて、うん、うん、ヤクシマ目線もそう？そうだね。そうなの？え、そうだねって、あ、じゃあ逆ってことだよ。あ、俺もタスクしてて、うん、ああ突然で気がつけて、他にエレクトリカルいたのは、うん、その手前はいたけど、うん、通り過ぎて、最後は多分エレクトリカル3だったかな、うろ覚え。まあ屋久島たち釣れば一人は釣れると思うから。じゃあまあその死んだのと2人しかいなかった、うん、ボタン押してないとどっち、屋久島と、はい、これ押してないよ。どっちも押してない。で、薬島からで、2人入れてるから。オッケー。いや、まあいいけど、あの、ローラーマジで完成してよ。うん、さすがにこれはやるでしょ。うん。薬島なんか、いや、それで、いや、俺、それでローラーしてもらえなくて負けてんのあるから、普通に。いや、ローラー完成する、するけど黒いな。ね、気をつけね。あ、はい。うん、薬師入れますか、これ。ちょっと雑にやりすぎちゃった。うん、びっくりした。ネキオマージュされてた。ちょっ、うん、ケイ殺しがさっきのエレクトリカルで、タイ殺しが上、この上のやつか。うん、そしたらさっきの系なんじゃないや、タイさんも屋久島かね。まあ屋久島か仕入れもか、まあネギか。あ、そっか、私も一応容疑者。うん、うん、じゃあこれでいい。まあそう、最初の容疑者2人で右に行ったタコか集荷目線ではこれで一路連れてる感じする。右、あ、最初での話。ああ、そう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 、うん、
いや、まあこれで一路連れてるも何も、これはローラスでしたら絶対一路連れてる。ああ、だってお互いでやってんだから、そこは余地なし。ああ、で、もう一つは、その人がやって、最後の死も連れてる感じがするっていう言い方の。ああ、感じするけどね。わかんない、それは。餌も死んでるし、連れてる、連れてると思うけど。ああ、屋久島じゃない？ああ、屋久島っぽいよな。うん、屋久島だともうローラしなくていいかなって発言しようか迷ってるぐらいには。はい、ちょっとボールは入れちゃった。でも4票入ってるでしょ。ヤザニさん自分に入れたんでしょ。入れちゃった。じゃあもうどうしようもない。いや、しなくていいかなと思ったんだけどな。正直しなくてもいいと思うけど、まあ、うん、余裕あるし、いいかな。うん、まあ幽霊の方が確か終わるし。賑やかなスタイルになってしました。楽しいでもじゃないの？違うよ。もう一人わかんない。あ、違うの？じゃあなんでシデモさん最初嘘ついた？最初カフェテリア右上行ってて。頭が悪い。シデモさんいなかったでしょ？いたよ。いたいたいた。俺確認してる。本当一瞬でいなくなったよ、それは。あ、そうなの？じゃあ違う。だってウェポンまでは来てないでしょ？あ、来てない来てない。うん、あれウェポンだから疑われてるの。さんも屋久島？そうだよ。屋久島。いや、俺さ、あそこさ、レポート光んないかなと思ったんだよね。普通に光ってるよね。俺も光んないかな。光るんだ。光った光った。でも多分ちょっと体さん異性寄りだったんだよね、位置が。あ、本当？なんかここ弁当のさ真上ぐらいだったからここ光んねえよなと思って。なんかちょっと頑張って腕伸ばしてダウンロードボタン押してたわ。俺もあの時点でもう終わったと思ったからもう雑に切るしちゃったみんな。どうでしたよ。ちょうどネキ横にいたから殺した。いやあれね、ネキ来ると思ってなかったんだよ。もう計算とりあえず殺そうと思ったらネキ来ちゃったから。いや俺もびっくりした。停電終わったから、じゃ あついでにみんなエルフテリカリやっていくんだろうと思ったらみんないねえ。いやでもさ、タコさんと相馬さんさ上来てたのにさ、エレクトリカルの俺どっから来たのっていう話しなかったからね、あいつら。あ、あ、弁当だね。そうだよ、あのエレクトリカルには普通に入ったけど、うん、うんうん、合ってるよね。はいはい。セキュリティシーレモさんだろうな。ついさっきじゃない？そしたら、うん、俺もついさっき見た気がするんだよな。うん、バラソマがストレージの、あ、ロアからストレージの方行ってるのとすれ違って、上上がってアッパーでタスク1個やってからのセキュリティ見たらって感じ。最終位置聞きたい。メッドベイ。すげえ疑われるけど、メッドベイ。ココさん。私、ストレージですね。どこのストレージのどの辺？ストレージの下の方です。どっちから来た？あー、コミュニケーションの方から。俺とすれ違ってないね。俺、ココさんとメッドベイのところですれ違ったけどね。あの最後この通報が鳴る10秒前ぐらいかな。さよなら。終わったな。終わったんかな。嘘つくの難しいよね。いいかな。うん、なんか言い声はありますか？まだわかんないと思いますけど。まあ終わんなかったらまだわかんない。俺アドミン最後。いや、すまん、ここさん。すまん、すまん。カシウカの積み方めっちゃ怖かったわ、今。違うんだよな。怖かった。思ってたのと違ったんだよな。おい、タイちゃん、あの位置絶対レポート光らない位置だと思って殺したらさ。普通に光ってたらしいんだよな。普通に光るでしょ。光るどころか見えるわ。あ、マジで？俺さ、俺殺したわけ、あの、弁当の上にタイちゃんいたから。弁当の上ぐらいだよ、でも俺も見たの。ほんと散歩したらわかるけど、リアクターの下側、下下の網殺したら、覚え系のあたりからレポート光るから。あー、なるほどね。結構長いよ、レポートの距離。ここさんの詰め方怖かった。ごめんね。怖かった。体の大きい人が女の子を詰めるみたいな。
目撃されてる時点で、ああ、もうこれ終わったなと思ってたんで。じゃあなんで、ストレージ行ったの？いや、でも移動しましたよ、ストレージの方まで。ああ、そうなんだ。シールモさんを殺すよりだいぶ前、ちょっと、まあまあ時間経ってたので。あ、そうなんだ。でも死んだのついさっきなんでしょ？殺したのついさっきじゃないの？ついさっきじゃないです、ね。でも殺して普通にベント通ってエレクトリカル出て、そうですね。ストレージの方まで行ってる。じゃあまあまあまあ直近つや直近だよね。まあ危なかったわ。じゃあ俺が踊ってるの見てたのお散歩。いやシエルモさんですよ。あシエルモさんが俺のこと見てたの。多分シエルモさんが見てる時に殺したので。いや多分それ相馬くんじゃない、バラさんが踊ってるの見てるのは。俺は真横にいたぐらいで、バラさんが踊ってるところは真横で見た。あ、そうなんだ。見てないの、踊ってるの。すぐ殺された。開いた瞬間殺されたから。あ、そうだったんですけど、チカチカしてたから。そう、チカチカしてたから。死体が見てたんだよ、スケルモさんの。マジ？バグですか？結構長いことあったよ、ね。でも俺見たときにチカチカしてなかったよ。バラさんが踊ってたとき。もしかしたら俺が死体を無視して見てたのかもしれない。カメラ光ってないのに何してんだろうな。あ、そうだったんだ。あ、そうなんだ。じゃあ、なんかちょっと。カメラ光るバグもちょっと致命的だな。いやー、すまんな、ここさ。いやー、私も申し訳ないです。今日めっちゃやばかったですね。まあ。まあ、初手ストレージはちょっとやばいけど、まあ、今のはね、ちょっと俺、いや、あそこ見えんのか、学んだわ。あれは、下まで見えちゃうね。結構、キリトクとはラザニアさんかと思っちゃったわ。でも、薬師までだったでしょう、結構。もうなに、薬師さんの言い方がね、あの、インポスターの時のなんか弱さ持ってた。いや、なかなか、あの、計算よりも後に出たって言いにくいと思うんだよね、インポスターだったら。ネキが、ね、そう、 O2 を出たのが計算よりも後だよってインポスターの心境としてはなかなか言いづらいでしょ、うん、そもそもまあ O2 にいたかとかがあやふやだったり、ね、でもさあれだったんだよね、あの計算殺した時、エレクトリカルで計算殺した時ってさ、うん、箱さんと相馬さんさエレクトリカルの上まで来てて俺どっから来たのってなんなかった。俺見てたもん。大体治った後、上行こうとしたぐらいだったから見えてなかったと思うけど、そんな上まで行ってた俺。エレクトリカルの上、うん、上がいたでしょ、トマさんも。いや俺、弁当に隠れて、俺、あのエレクトリカル普通に通路から入って弁当隠れて、だからさ。あ、なんか隅っこにいて、なんかダウンロード終わんなかったって、いや、それ。え、俺死んだ時エレクトリカルから出てストレージ行ったよ。うん、だからその時にどっち側かエレクトリカル来たのかなとか思わなかったのかなって思ったわけです。全然何も考えてなかった。あの、ちょっと。だからそれ言われてたあれだったけど。停電がなんかすごい治りにくかったっていうか治るの遅かったじゃないですか。誰かがパチパチしてたってこと？いや、誰もいなかったんですけど。なんか一回みんな治してたのに一斉に離れちゃった時。あ同時に押して任せようと思ったんじゃない、単純に。ああ。俺も被ったらすぐ離れるもん。うん。最近停電直しに行かないまでもあるから。まあ、自分でやっといて自分で直しちゃったんで。いいんじゃない、それはそれも。うん、それはいいと思うよ、別に。全然直んなかったんで。でもなんかすげえ停電の間隔短い時あったんだよな。気のせいじゃない。めっちゃ気になった。そんな短いことあるの？あ、まあでもたまにある。なんか思うときあるけどね。もう来んのみたいな。うん。もうサボタージュ来んのっていう。直すのが遅いとさ。溜まってんのかな？そういうことか。単純に。あれか。早いイメージ。雰囲気。あの停電の時のやっぱここさんの動きもちょっとおかしかったのはあれ。いや、めっちゃ動かしおかしかったと思います。なんでアッパーから戻ってきて。アッパーからカフェテラの方行ってたはずなのにっていうのはちょっとなんかいいかったな。なんかどうしようと思ってずーっと左側ぐるぐる回ってました、ね、これどうすんの、ココさんが今のでラストで私落ちます、はい、
仕入れもブリブリ元気だよ。俺までよもう12時みたいなやつあった。そう、まだお風呂開かないや。寝ようかなって言ったのは俺だけど、9人だったら、9人だったらやる。いや、じゃあやれる。あと1回やろ。あ、1回じゃない。あと1回。停電の例の計算殺しの見たけど、俺はやっぱ。あと1回で終わるんですか。いや、見れてなかったわ。あと1回で終わるかな。やる？やろうぜ。あと1回だったら。オーケー、やろうよ。ファイナルラスト。ファイナルラスト。アルティメット、アルティメットファイナルラスト。ちょっとインポスターがやりたい。俺もインポスターやりたいわ。ちょっと。最後確認しないとダメだな。チデモさんとじゃあカシオカがインポスターになるまでじゃあリセマラする。リセマラする。それ時間かかりすぎだろ、リセマラ。時間かかる上に即負けるじゃねえかよ。よくわかった。なんでリセマラ効率ある。バラさんを見たら殺意が抑えらんね。インポスター誰にするか設定できたらいいのにねって言おうと思ったけど意味わからんかった。意味わからんない。有利すぎない。ホスト。いきますね。はい。スタート。眠。くるくるくる。あ、落ちてるね。うわいけたからね。インポスターだったのに。誰と申し訳ないです。いやー、シーレモさんにはな、さっきのちょっとな。ケーレモだった。一人しか殺せなかったからな。一人で十分だよ。あ、これ抜けていいの？あ、抜けていい。抜けていいよ。作り直した。部屋建て？うん、建てたもん。オッケー。取りてくる。新しい。動くディフ。こう。お、日付もあった？村正引かなきゃ、今日。そうだっけ？違ったっけ？ 8 じゃねえかった？ 8 か。まあいいや、予備符1枚で引いて、イシュタリンを1枚で引くと。原神？原神じゃない。FGO です。ああ。FGO ってもう何年？ 5 年？そんなになるんだよ。俺始めたの2周年だったわな。俺一時期あれだ、 FGO のワード全部ミュートしてたわ、うるさかったから。なんちゃら出ない無理とかさ、すげえうるさかったからミュートしてた。今でも夏になるとやってるよ。今もやってるけど。うん、やっぱ今イリアだよ。あ、今イリアなんだ。ソシャゲとか全部やめたからな。ソシャゲやめたからもうあれだわ。勝ち。勝ちだね。勝ちか。わかんない。人生の幸福度的には負けてるかもしれない。毎日ランクインじゃねえ、ログインはしてるけど。あ、そうなんだ。よいしょ、全員いる？いるよいる。えい、参ります。お願いします。お願いします。これだけ絶対インポスターになるんだよな。つっていいよ、インポスターでいいのか。うん、あー、よかった、落ちなかった。
マジか。あら。すごい。ああ。大消しだ。するか。まあ、左にはね、左の部屋の中じゃ死んでないな。本当か？バラが。何、アドミン見てから押した感じ？そうだよ。セキュリティ見てた人いますか？セキュリティ、バラさんが踊ってんの見たな、俺。ああ、俺は？ケイさん踊ってたかな？なんか痛いな。それがナビゲーションから出てくる瞬間とかは？いや、全然見てない。バラス、そう。セキュリティに光ってたの見たのは、バラさんとケイさんいたかな？バラさんがすげえ踊ってんの見てる。O2 の前の人は。うん。じゃあ、O2 の前はね、ナビゲーションは1だったよ。あ、俺だね、じゃあ。いや、O2 の前はね、エレクトリカルさんぐらいで、ストレージも2、3いたけどね。エレクトリカルあたりいましたね。いたよね、それが、そのタイミングわかんないけど、うん、いたね。バラココ、ソーマ。なんか一時期たくさんたいネキの最終目標、俺全然わかんねえや。俺もわかんねえや。私もわかんないです。初手取っていたとかはちょっと右、ね、右いいか、いや、O2 残ってたのね、木かな。いや、O2 残ってたの、計算だと思う、あれ、うん、あ、計算あった、うん、あ、じゃあ違うか、わかんない、だってなんだ、あの、停電起きた時に行ってんの、死んだ説、一人だけ O2 いたから死んだなと思ったら、まあ、違うかったか、死んだは、まあ、もそれは、あの、O2 なってるから、その時にバラ系やつが O2 直してて、あ、そうね、うん、アドミン側はカシウカシ入れも、うん、で最後俺ナビゲーションの配線やったんだけど、配線の場所ではレポーター光ってないです。うん、俺そっちいたから、ナビゲーション多分いなかった、はい、うん、最後左かな、左なついてなかったと思うけど、でも道だったらあれだ、フィールズとか、レポンの上のダウンロードのところに計算の死体がありました。レポン、ま、レポン、レポン、レポン、マジか、初手っぽいか、だから、いや初手じゃないね、俺リアクター鳴って鳴る前に、ナビゲーションからウェポン通ってカフェテリアの方に抜けてるんだけど、その時あのココさんとすれ違って、ね、あのダウンロードのあたりに人影があるのをまで見てる、多分それが計算か、ほん、はい、タコはないね、うん、大間さんエレクトリカルに、これ最後、ああ、ね、先に抜けてる、終わって、ああ、ココさんってさ、そこの後俺とすれ違った後どこ行ったの？私 O2 の方に行ってました。 O2 の方に行ったんだ。バラさんとは会わなかった？え、俺カシオカとずっと一緒にいたけど、バラさん、あ、なんか水色もいたと思います。いや、ずっと一緒にはいなかったでしょ。ああ、でも近くにいたのはカフェテリアいたかなって感じがします。までは一緒に。マジで？うん。ナビゲーションから出たあたりで俺見えなかったからわかんなかったな。え、いや、マジです。ああ、まあごめん、それはラグなんかもしれない。本当に近かった。あ、じゃあここさん、俺とすれ違ったとき、バラさんともすれ違ってんだ。多分いたと思います、いたと思います。ね、ああ、そうなんだ。ただ僕目線、カシュカに白出しできる。あ、そうなんだ。バラさん、ここさんも見てるんだ。的には見えるか見えないかくらいの位置だったってこと？いや、俺は見えてなかったけど、でもここさんが見てるって言うんだったら全然見える。あ、
一人じゃなかったので。ああそうなんだ。じゃあたので、屋久島市でも屋久島コミュニケーションです。左。ちなみにタイタコはどこにいて無理なの？エレクトリカル。エレクトリカルで一緒にタスクしてたと、うん、アドミンから一緒ぐらいかな。次おしまい。相馬さんが、相馬さんってなんか疑われてた今。相馬さんもなんか近くにいたっぽいよね。そうそう、ちゅ最後にいて、ダウンロードのところでタスクこなしてたの。あ、じゃあ相馬さんの方がいいや、ココさんより。オッケー。これは相馬さん釣られそうだな。序盤で死んじゃうと暇だな。そんなに存在感ない。え、どこにいた？へい、はい、え、どう動いたか教えて。これあのダウンロード計算と一緒にやってたのは間違いない、それは事実です。でその後、あ、そう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 、うん、でそのまま俺最後になったのはシールズかな。シールズのほぼ入り口。お子さんと どこですれ違ってない。あ、だからそのウェポンの時かな。ウェポンの時に相馬さんがダウンロードやってるなみたいなのは確認して、でもうそれほぼ同時ぐらいに下に降りてる。相馬さんを見てる時にそこで計算はいたの？計算、あ、俺がダウンロードしてるときってこと？あ、じゃあここ、ここさんは見てんの？計算は、ここでチュンチュンしてたってより、なんだろう、カシウカさんたちと一緒に上がっ、下から上に上がってきたって形だったので。え、マジで？ただ、そう、動いてたのを見たんですよ。計算が？計算が。マジで？俺とカシウカの後ろを歩いてきたってこと？あ、でも順…後ろですかね。あ、じゃあ俺が見たのは相馬さんってこと？ダウンロードのところちらっと、ココさんとウェポンですれ違ったじゃない？すれ違ってます、ね、その時すでにあのダウンロードには人影があったんだ。俺色までは足だけであの、あんま分かんなかったけど。ココさん？そうだな、だから順番的にカシイカさん、バラさん、ココさんで抜けてった。まあ、バラカシウカはほぼ同時に守ってもらいたい。いや、わかんないんだけど、ほぼ同時じゃん。そう、カシウカさん、ココさん、いやもうそれは見てるんで、ココさんは、ウェポンから降りて、その後切った。ウェポンから降りて、O2 でタスクこなそうと思ったら、リアクターなって、上上がったら、下につけたって感じです。うん、じゃあ相馬さんかな。これ不用意に俺釣られるやつじゃない？不用意。惜しい。あっ、すごい。1票足りなかった。します。どこにいました？アッパーエンジンさやっててさ、 O2 になったからさ走ってて、他2人いて間に挟まれてて、であのメッドベイの上の通路で、うん、相馬さんはカシューカとバラさんが通ったのを見てんの？うん、通ったのは見てる。いや見てない、見てはない。タスクしてた。でただその順番、そうそう、順番的に、ココさん、さっきの順番で言うと、やカシユカさん、バラさんでココさんだね。ね、ココさんは見てる。ココさんは見てる。なんでココさん見てる？でもそうやってすれ違ってるの？もう俺は下に向かってってる多分。ああそういうこと。でバラさんとタチとココさんはウェポンで、うん、ウェポンで別々の方向から、あのココさんがカフェテリア側から来て、俺とバラさんは、
ナビゲーション側から来てすれ違った。なるほどね。だから俺だからそのバラさんと薬島さんが取ったのは分かんない。うん。もうコッカさんは分かるの？あ、そうだからもうほぼ一緒だでいて反対側に向かってんのを見てるから、うん、終わってるからタスクが終わって下向かってる時に。だからそうなるともう相馬さん、相馬さんがやっちゃうの。直前まで警察見てるんだよね。うん。計算はでも見てないんでしょ。誰がやれと。あ、そう、いや、計算だから、俺から見れば、その3人なのかなと思ってんだけど、だから、順繰りでいけば、ここさんが一番初めなのかなとは思ってんだけど。ここさんの言う通りさ、かしゆかとバラさんの後にさ、計算が来てんだったらさ、まあ、間違いなく、相馬さんは見てるんじゃないの、計算を。あ、そうそう、見てるよ、見てるよ。ああ、で、見て、ダウンロードに行ってんの。あ、そうそう、で、俺は先、そう、先に終わって、下に向かって。言い始めたところ。いいで、タコ隊やってしまし、シーレモは全員左にいたんだけど。俺はコミュニケーション。タコ隊がエレクトリカル。タコ隊エレクトリカル、シーレモさんが。ロアアッパー、給油のタスク。タスクロア。今の時系列、相馬さんちょっとおかしいんだよね。相馬さんおかしいんだけど。いいんか。わかんないけど。まあ薬島最終位置偽装は終わらなくていいか大丈夫かな。いや、これだけ見てて言わないからそれはないとは思うけど。残念だったな。相馬さんなのか、相馬さんに挟まれてた？メッドベイの上走ってた時。ああ、そうそう、挟まれてた。そう。前に走ってた、俺。ああ、だから誰も見てないってなっちゃうのか。あ、そう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 。え、もう帰ってくるって思わないじゃん、あんな。次みんな死体探しの欲高いから。ああ。いやー、つら。はい。はい。最終位置教えてください。はい。薬島エレクトリカル。ストレージ左。タコ壁。あ、ごめん、前半聞こえてなかったんだけど、最終位置。最終位置。シーレモアドミン。はい、ストレージ上です。ストレージ上。ここさんどっから来ました？私ですか？はい。私はロアエンジンあたり。からストレージ上がって。最初カフェテリアストレージ通ってロアで戻ってストレージって形ですね。そういうやってたの。福島は？俺も同じだよ。ここさんバラさん見てる？バラさんは見てます、ロアのところで。俺もここさん見てる。ああ、じゃあ大丈夫だと思うけど。はい。コミュニケーションズの、まあ、あの、うん、緊急タスクのところで死んでたので、ね、カシウカが。うん。直した人は誰？コミュニケーションズ直した人。カシウカが直したんだ。カシウカが直した直後に殺された。死んだって感じかな。かな。じゃあ直前、まあ、直前だと思うよ。まあ、ちなみにだけど、会議後俺と一緒にカシウカメッドベイ行って、でカシウカカフェテリア側戻ったんだけど、戻って俺アッパー側行ったんだけど、その時にシーレモさんとはすれ違ってる。だからといって別に怪しいとは思ってない。シーレモさんは俺と一緒にカフェテリアから下に下ってって、コミュニケーションズ俺が着いたら死んでたから、俺はない。うん、なるほどね。うん、治ってるからね。あの、まあストレージ行ってる人だと思うんだけど、バラさんどっから来たんだっけ？いや、俺バラここはないと思うけどな、そうそう。タコさんは？タコ最後カフェテリアって、タイさんと一緒にナビゲーションの方、最初右行ったじゃん。だ。右の方。で、ナビゲーションやってからカフェテリアの方戻って、危ねえな。って感じ。で、ストレージの方行こうとして、レポート。OK。
乾杯。そもそも合ってんの？俺合ってるよ。だよね。ああ、はい、はい。ナビゲーション行って、カフェテリア行った？うん。俺、ウェポンダウンロードして、ナビゲーション行ったんだけど、すれ違ってない。その後じゃないじゃん。だって、タイさん、その後。その後ろでしょ、俺は。タイさん、だって、コミュニケーションまで行ったんでしょ。いや、違う違う違う。俺、ウェポンでダウンロードして、ナビゲーションして、ウェポン戻って、カフェテリア、コミュニケーションズ。って言ってるから、うん、まあすれ違ってるはずだから、ね、まあシンプルに食い違ってるなぁ。タコさん最終位置どこなんだっけ？カフェテリア。ストレージより。え、シーデモさん見た？すれ違ってなくてもおかしくなくないか。単純になんか GK ですか違う気がするけど。誰と？タコさんは見てないな。そうそうそう。だから単純にタイスちゃんの後にタコさんが出てってるんだったら別に位置的にも。そんなおかしくないと思うけど。シノさんアドミン情報とかない？ごめん全然ない。見てない。いやもう普通になんかメッドベイにとか。だからまあコミューがあったから。うん。そう見れてないんだよね。アドミンは見れないね。そっか。あ俺目線タコさんでまあ。シーデモさん目線タイちゃんは絶対ないの。絶対とは言い切れない。セルフレポートもあると思ってる。うんセルフも追っていいと思うけど。すれ違ってないのはまあ。俺はすれ違ってないから。うん、それも見てないから。俺はタコさんかなとは思って。もうタイさんセルフが怖いな。その流れが本当でタイさんが俺をしてくれなら、まあタイさんセルフしか俺目線からは追えないけど。タコ対ローラでいいんじゃない？ローラします。まあ、俺も押しちゃったから。ローラしなくてもいいと思うけど、タスクでもいいと思う。うん、俺タスクでいいかなと思ってスキップ入れちゃった。うん、それでもいいと思う。まあこれ釣れてなくても1号でタスクでいいんかな。じゃあ。うん。あこれ釣れってことだよね。ああ。終わった。終わった。タイさんその流れで行ったのか。そうだよ。アキラの方から釣れると思って。うん。いやーすますねタコさん秒で死んじゃった。相馬さん、俺あの相馬さんが釣られそうなってなった時、停電やった後、相馬さんが爆速で停電直しに行ってたの笑ったんだけど。そうそうそう。なんかよめっちゃ走ってたら誰か来るかなと思ったら誰も直さ誰も来ねえしどうしようかなと思って。誰も来ない。で一人攻めて持ってあけどまあ俺も行ってたから俺も。そう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 。タコさんも行ってたからこれ多分誰か来たらタコさん疑われるってなって結局直しちゃった。タコまあ一人持って行ってもきつかったけどね。あそこ死んだのカシウカだったからタイちゃん。カシウカとりあえず落としたくて無茶セルフしたんかなってちょっと思っちゃった。こもタイちゃんセルフかなって思っちゃってた。タイちゃんセルフだと思ってるけど、まあ、それで俺先に釣られたの。いやタイミングバッチスキップ入れてるからねあれ。俺はタコさんの方が怪しいと思ってて、ね、だってかあとは2票なかったね足りなかったねさっき投票してなかったですね。せっかくコミュニケーションでカシウカ殺せたのにさあそこでキルするメリットセルフするメリットあんまりなくない。あまあまあまあ確かにね。そういうタコさんいつ殺したの？えちょっと直前で直前。本当に直前。もうワイドワンちゃんかけて。そうで先に抜けてったんだよねタコさんが。入ってって。あとちょっと遅かった。すれ違ってたよ。うん。見えなかった。いや最後インポスターやりたくなかったのにって思ってたらそうなるって言って本当になったからそうそういや俺もやりたくねえなって言おうと思ったら俺もなっててうわーってなったやりたかったなやりたかったな不甲斐ない1回しかやってないからまあ俺インポスター1回勝ってるしむずいお前バラソーマさんで勝ってるそう最初の試合かあれはいい勝ち方だったからなあれ最初になコンボ決められちゃったのかな俺そうねそういうこともある読みはマジで合ってたんだけど冗談で読み合ってたのに
だって始そうそうそういや始まるそう始まる前からもうバラソーマで釣ればいいんじゃないっつってた時にもうバラソーマだったんだよね。でも あれはあれでしょう、バラさんが動かなかったのでインポスターと、あとあれサボタージュの成果はソーマさんだっつって、あまあさっきの回もあのドア閉め遅かったけどね。あまあそうね。俺もドア閉め普通に遅れちゃうからな。歩きながらドア閉めするのはちょっとむずいもん。マジでむずい。あスイッチだと結構簡単じゃないじゃない。いやまあ、スイッチ簡単です。簡単だけど。スイッチは俺すぐ忘れちゃう。あのスタート時点でどっちかに方向キー入れといて、いや方向始まった瞬間に A を押してあのタッチパネルで押すって感じかな。いやでもあれだからね。気づかずに壁ぶつかったんだよ。あ別にそれあんま怪しまれない、俺よく使ってるけど。いやまあそうそうなんだ。気にしてないけど、でも自分目線ちょっと食ったなって思っちゃう。俺もドアも前行ったと思ったらドアの横の壁にぶつかってる。そう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 。スタートの方向キーみんな入れるでしょ。は入れてる。スマホ入んないからめっちゃだるいわあれ。いや入るよ、スマホも入るよ。うそ。スマホも歩きながらで。あ違う違う、あの始まる前から入力してスタートダッシュみたいなのする。あ、できるできるできる。あれね、だからチーってなってる時にタップして、そしたら暗転が早く終わる。開業でしょ、開業。知らんかった。開業？だからさっきの計算殺しの時、相馬さん一緒にダウンロードしてたって言ってたの、あれあんまり突っ込まれなかったけど。いや、あ、そう、いやでもね、あれは俺おかしいと思ったよ。そうそう。いやでも違う、いや、ダウンロードはしてた、ダウンロードしてるふりしてたら計算が来て。後ろから。ああ。そう。で、まあ、でそう、ここさん、バラさん、ん？薬島さん、バラさん、ん？違う。カシウカさん、バラさん、ここさんで抜けてったから、あこれ、帰ってこないですね。いや、で、帰ってこねえだろうなと思って、殺して、ベントで下抜けようと思って、殺して、そうそう、ベントで下抜けたら、なったっていう。そういうことか。いるんかいってなった。帰ってくるはずないと思ってやったんです。そう。絶対そうだと思ったわ。あじゃあ別にあのダウンロード一緒にしてたわ、あ抜けた後だったら全然別に。そうで、あのどのタイミングかでいようか迷ってたら、なんか最終的にちょっと証言ずれてたっていうのにみんなに気づかれた。いやでもそれでももうここさんか相馬さんしかありえないと思う。そうで、いやだからローラー説をワンチャン狙ってたんだけど、ローラーすらなかった。ローラーはあったね。でもあったね。あでもここさんがなんか黒く感じなかったんだよな。それはわかる。ワンチャンで言うならさ、相馬さんあそこに行ったの誰も気づかれてなかったのから、あそこいなかったの。いや俺見てたよ。そう見てた。いやみんな見てたんだよ。えってかバラさんとって気づい。俺気づいてないよ。俺は見えてた。そうでも相馬さんかどうかは分かんなかったけど、計算がさ、ここさんがちゃんと言ってたから。私がっつりその見てて。いやそう、ここさんの証言言うまで俺黙ってたんだよ。ちゃんとそこ確認して降りてたので。そうで、ここさんが相馬さん見たって言うから、あ確かに俺いたよっていう話になってたんだよね。あ別にあれだよね、計算がさ、そうそう、ここさんが計算が後から行ったみたいな言ってたから、そのタイミングでカシュカが見てるのは計算じゃないってことになったから。そうそう、あなるほど。ここさん、俺、計算がいたと思ってたんだ、最初、ダウンロードにすれ違ったとき。ここさんとすれ違ったとき、計算がダウンロードしてたと思ってたんだけど、俺らの後って言われたから、じゃあ、相馬さんかって。うん、まあね、相馬さん、ダウンロードめちゃくちゃ長いことやっていたことになって。そう。そう考えると、めちゃくちゃここさん大事な証言してたんだな。いや、すごく大事な。そう、俺らの後ろにいるって全く分かんなかった。俺、だってバラさんすら見えなかったからな。なんでなんだろうね。ガッツリ見えてたんだよな。ナビゲーションまでだったの、俺は。ああ、そうそう、ナビゲーション、じゃあもう、ね、それ時間。